こんばんは。ですね、今日は、ザ・一般論、ちょうど今スタートしました。ですね、ちょっと、本番直前にですね、たけしさんが落ちてしまったので、代わりに、私が今喋らせていただいてます。この一般論、皆さんも、もう、今回、数回目になりますが、何回目か忘れましたが、実際にですね、ここでもっての発言等は、各個人に対して、一切、責任を負わないということでもって、まあ、言いたいことを自由に言うというような形でもっての放送ですので、お聞きの皆様も、それを踏まえた上で、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今日のですね、話を始めていきたいと思いますが、今日は、まあ、なんといっても、大きな震災がありましたので、その大きな震災の中でもって、今、日本はどういう現状でいるのか、また、今後ですね、どういうふうになっていくのかということを含めて、いろいろと、討論をしていきたいと思います。で、まあ、こうやって話してる間にですね、たけしさんの方が戻ってこられると思いますが、それまでの間に、まず今日は、そうですね、一旦、一人一人の、ご紹介から、行きたいと思いますが、まずはレディースファーストでもって、アリンさんの方からよろしくお願いします。はい、こんばんは、アリン・ローランズです。VWPC の女子アナ、をやっております。この中ではですね、一番、知識が浅いと思いますので、そうですね、一般論というのには、ふさわしいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、一番、私の方から言って、右側の、奥のですね、藤原さんの方から順番に、自己紹介よろしくお願いします。こんばんは。あ、こんばんは。あ、私ですね。はい、簡単に自己紹介お願いします。はい。二度目に、ちょっと出演させていただいてます。藤原と申します。ちょっとあまりニュースの方はですね、ちょっと、時折見とる感じでですね、ちょっと皆さんみたいにこう、ちょっと知識あんまりこうよく喋れないところもあるかもしれませんが、ちょっと皆さんに教えてもらいながらも、ちょっと自分なりの意見をちょっと述べさせていただこうと思います。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、では、ここは大丈夫ですね。はい。信之さん、よろしくお願いします。あ、ムーンキャットの直之と言います。僕は関西の方に住んでいるんですけども、この前、iPhone のユレクルボールっていうのを入れてみると、すごいなんか、緊急地震速報がいっぱい入ってるのが分かって、やっぱりなんか、すごくまだ、1ヶ月とはいえ、まだまだ大変な時期が続くんだなと思ってるところです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。では、せつなさん、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんばんは。ビルディストやってます、せつなインフィニティです。同じく、関西といいますか、大阪から繋がしていただいております。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今日はですね、司会の方は、本来ですとメインの司会が、たけしさんに、お願いしておりまして、たけしさんの方が戻り次第、バトンタッチという形でもって、私の方で今日補佐的にですね、インヤン、デジハリの、先生をしてますけども、今回、参加させていただくようになりました。よろしくお願いします。ではですね、皆さんに、まずはまあ、最初からなんですけども、まず、今、いろいろと問題は起きていると思うんですが、まず、地震のね、あと、今日、もうなんか余震がですね、ぐらぐらっと来ましたけども、この地震のね、情報に関して、まあ、国が、まあ、皆さんに対していろいろなことを、まあ、発信していると思うんですけど、その情報に関して、皆さん、こう、安心感を持てるかなっていうようなところも含めて、ちょっと今日は、まず最初に、話題に挙げたいなと思ってたんですけども、どうでしょう？順番に言ってもらうのもあれなんですけども、逆に言うと、例えば地震の時の、まあ、経験でどうだった、怖かったということも含めて、まあ、実際に国の対応とかですね、そういうの、まあ、関西の方ですとあんまり言えなかったかもしれないんですけども、そんなのも含めてちょっと、一言ずついただければいいんですが。はい、じゃあ私よろしいですか？あ、どうぞどうぞ、よろしくお願いします。はい、そうですね、関西でも揺れたには揺れたんですよ。
おお。ちょっと2階分だか3、1階にいた方はちょっと酔ってるな、みたいな感じで。これ酒飲んでたっけみたいな感じで言ってたんですけど、2階、3階、建物の上の方はなんか響くみたいですね。確かに、うちのアパート、マンションはですね、6階なんですけども、そうですね、今朝も揺れましたし、昨日も、結構揺れましたね。で、特に今回の、余震、いきなり、こうね、1ヶ月も経ってからグワッと来たんで、ちょっと驚いたんですけど、どうでしょう、今回の余震、全然感じられなかった方も多いと思うんですけど、どうでしょう、関西の方今回多いんですよね。信行さんも関西でしたっけ？そうですね。僕も関西なんですけど、なんか、たまたま僕のいた地域が、なんか、その、一応、予報では震度2で来てたんですけど、その、たまたまいたとこがあんまり揺れないとこだったのかどうかということで、その、1ヶ月前の本震の時はちょっとわからなかったんですね。で、たまたまテレビをつけて初めて知ったっていう形でしたね。なるほど。で、今日のちょっと若干大きかった揺れと、昨日は若干揺れてるかなどうかなっていうのは、なるほど。でも大阪の人で結構わかってる人がいるみたいなので、みんな結構それぞれ違うみたいですね。まあ日本中がね、揺れ動いた感じですよね。せつなさんはどうでしょう？はい。本震の時はね、やっぱりちょっと長いというか、なんか妙な揺れ方してるなっていうのはちょっとあったんですよね。うちのところは多分住んでるところが、大阪の中でも微妙に揺れるところなんで。地盤がやられる。実は活断層が真横走ってます。そういうところなんで、はいはい。なんかその揺れやすいんかなというのはある場所ですね。なるほどね。その時は揺れたんですけど、今回の11日と昨日ですか？はいはい。余震が来ましたね。感じなかったですね。あ、なるほど。余震の方はちょっと感じなかったんで。アリンさんの方どうですか？そうですね。私は愛知県に住んでるんですけど、余震は最近の余震については全く感じてないのと、テレビでね、速報がありますよね。そのために、はい、いや、名古屋揺れてないなっていう感じですかね。3月11日のその本震の時は確かに揺れました。はいはい、会社で、1階なんて、8階建ての1階なんですけど、はいはい、やっぱり最初ね、めまいかなっていう感じで、そのうちみんながざわざわ言い出して、揺れてるって。はいはい、で、なんかね、それからまあ、すごく大きかったんですよね、揺れがね。そうですよね。で、S 波が来たあたりにはもう、ヘルメットかぶってましたね。あ、すごい素晴らしい。いや、実はですね、はい。あ、どうぞ。まあ一応、一人一人にヘルメットが、こう、用意されてて、机の下に置いてあったんですけど、それを引っ張り出して、袋から出して、かぶりましたね。かぶって、いいですね。いや、でも、実はですね、これ反対なんで、実は神戸の地震の時に、私は東京なんで、今回の地震、余震もすごく揺れて、今日も昨日もですね、夜の明け方にこう、雨起こされて、私は朝弱い人なんで、いや、嫌だなと思いながらもですね、起きたんですけども、実は関西の神戸の地震の時には、やっぱり余震の話とかいろいろなのが出てきても、東京まで伝わってこないのは全然ピンとこなかったんですね。なので、それはね、多分やっぱり日本って結構それなりに横に広いので、そういうのはあるのかなと思ってて、で、今回初めてですね、その大きな地震の後の余震のこう、なんていうんですかね、執念深さって言いますかね。なんか、ほっとした時に揺れて、気を抜いた、抱きますよね、なんかもう。いや、本当にね、これね、なんていうんですかね、こう、精神的に悪いって言ったらいいんですかね、こう、なんかこう、三半規管がこう、行かれてきたような、こう、船酔いみたいな感じになるって、前の阪神大震災の時もそういう話が出た時に、東京にいて、あ、そんなもんかなーなんて思ったんですけど、今回は東京もよく揺れるので、もう本当になんか、それが、かなり多くの人がそれを認識したんじゃないかなっていうふうに思ってます。うちでもってね、働いてる若いね、女の子なんかはね、結構それでもって怖くてなんかこう、あんまり夜寝れないとかっていう人も出てくるぐらい、やっぱり、恐怖心を駆られて、多分、関西の神戸地震の後、やっぱ余震もたくさんあったと思うんですけども、もう、やっぱり、まあ、規模は小さいって言っても、やっぱりそういうような感じでもって、関西にいた人たちは大変な思いをしたんじゃないかなっていうのを、つくづくと感じましたね。そうですね。全く。
っしゃる通りで、やっぱね、本震があって、その余震が起こるまでの期間中も、やっぱり木立っとるわけでね。立ってます、立ってます。その辺の、なんていうかな、報道の方もね、そういう、なんていうか、ちょっとその、精神的な部分でのね、なんか落ち着かせ方にできるように、1ヶ月も経ちはできるんじゃないのとかちょっと思ってたんですけど、相変わらず揺れてます、揺れてますばっかりで、どうなんかなっていうね。いや、ちょっと思いますね。確かに。原発の問題も落ち着かないですしね、ね、まだまだ。で、まあ、やっぱり今ね、なんて言っても、その原発に関しては、まあ、今日ね、チェルノブイリと同じ、レベル7に、一番ね、大きな災害に、格付けされて、チェルノブイリと同じになった。で、まあ、算出した放射能は、まあ、1割程度。って言っても、まあ、ちょっとピンとこないんですけど、63系デシベルとかっていうふうには書いてありましたけども、やっぱりその、すごい、やっぱり量、私は逆に言ったらチェルノブイリの1割って聞いてすごい驚いたんですけどね、逆に。あの時に核工自体がこう壊れて爆発して、でもっていっぺんにこう飛散してっていう、あれの、いや、10分の1だから怖くないってんじゃなくて、すごい怖いなって、しかもその時に、チェルノブイリの時に本当に半径、80キロから100キロ圏内の人たちがみんな被爆したっていう、そういうのを考えた場合に、20キロ圏内の人たちが、避難勧告がまだ出てない人がいるとか、そこに人がいるっていうだけでもって、私はもう逆に言ったらもう、比較した場合に、いや、ちょっとそれはもう危なすぎるでしょうっていうのが、まあ、正直感じたところですね。ちょっと、まあ、で、言うのが遅いね。遅いですね。遅いですね。なんか一番最初に今日もですね、NHK で特集やってましたけど、原発のそのね、事故が起きて、まあ、最初の第一原発がですね、第一原発の、第一炉でしたっけ？どういうふうに言うんでしたっけ？1号機が、まあ、問題が起きた時に、安全なんですけども、退避勧告もしくはね、なんですかね、自宅退避みたいな感じでもって、まあ、勧告を出しましたけど、矛盾ってないですよね。安全になったらなんで退避しなきゃいけない？安全じゃないからなのに、ああいうこう、なんていうんですかね、こう逆のことを言い続けてる。で、全然安全ですって言いながら、後からこう、いや、やっぱり、逃げてくださいとか、国際原子力ね、保管員の方から、出ましたよね、実際の避難勧告の2倍の量の放射能が観測された。で、国が調べたらば、そう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 、で、国が調べたらば、平均したらば、その基準に達してないんで、平均すればって、日本全国平均したら、どこだって大丈夫になっちゃいますからね。その平均っていう、その感覚自体が私はすごく、腑に落ちなかったんですけど、じゃあ一部だけだったらいいのかって。すごいね、危機管理のその、ですか、危機対応ですよね。危機対応のその考え方として、僕は非常にまともやなと思ったのは、当初そのまだ日本が、その20キロや30キロやっていう対比ね、その国内対比にしても、避難訓練にしてもっていうのを設定してた時に、実はアメリカの80キロやりましたよね。やりました、やりました。あれ絶対正しかったと思いますよ。ほんで、なんで80キロにしたんかっていうのを、後でちょっと日本人みたいなミスコでしたっけ、なんとかさん。はいはい、はい、女性の方。責任者の方。いや、はい、男の人なんですけど、なんかそういう名前の人で、査問会みたいなのかけられてたんですね。なるほど。なんでその80キロにしたんか。で、そこで答えてあったのが、すごいね、やっぱり危機管理っていうことを念頭に置いた考え方やなと思ったのが、その、最悪のことを考えて、今情報が入ってないから、最悪だった場合を考えたら80キロっていうのが妥当だったっておっしゃってるんですよ。いや、全くその通りだと思いますね。もうそれはね、ほんまその、なんていうか、
をちゃんと出せる人がやっぱりいてくれてはるんやなっていうのが思って、いや、それはやっぱりその方が正しいんじゃないのっていう気がしますね。一番その、日本が中途半端って言ったら変ですけど、その、こんだけ悪かったらここまで最悪行くでっていうことを、もっとその上の方の人が、ちゃんと認識して、それをちゃんと通してもらわないと、下の方もわかんないですからね、前じゃ。確かに。逆に隠そうとしているような感じを受けたっていうのはありますけども、ちょっとここでもってすいません。たけしさんが戻ってくれたので、たけしさん、どうも、お帰りなさい。どうもー、大変申し訳ございません。なんか、無理になってますまた、とんでもない格好を持ってきましたね。いや、受けないですよ。思いっきり多分、セカンドライフ火曜日ってこと忘れて、ちょっと今日日程作ってしまいましたので、はい。持ち物、メンテナンスですね。持ち物メンテナンスのため、戻されてしまいました。あらららら。いきなり、このためですね、うん、サブです。サブアカレン。かわいいですよ、レモンちゃん。おかれもんみたいだよ。おかれもんですね。おかれもんですね、これは。これは間違いなくおかれもんなんだぞ。まあ、声はたけしさんですからね。うん、そう。ということで、はい、ですね、たけしさん、はい、話聞いてたんですけれども、はい。はい、すいません、じゃあ、バトンタッチします。どうぞ。うん。はい、申し訳ございません。今ですね、どこまで住んでたのかな、今のお金もんで入りたいって時、ちょっと音声聞けなかったので、刹那インフィニティの話を言うと、インフィニティ3のお話をちょっと聞いてたんですけれども、と、まあ、原発が地震というか、まあ、全然信用できないというお話が、今ちょっとあってたと思うんですけれども、まあ、私的にはですね、まあ、今回、何よりも、こう、指揮系統をしっかりしてほしいというのが、何よりものお話で、うん。まさにそこですね。うん。まず地震が起きて、まあ、国会中だったとはいえ、ね、対応が夜の8時ぐらいまで、こう、全員が集まって緊急対策会議をやらなかったと。まあ、閣僚は当然始めてるんだけど、発表する人がそこまでデータが来なかったと。で、いまだに、なんで俺のところに来ないんだと言ってね、わめき散らかしてるっていう、そういうのが日本のトップで、それを世界中の人たちがどう思ってるのかで言ったら、日本の発表は信用できないと。まあ、原発問題に関してもそうですけど、ってなってると。だから、日本に対してアメリカも、もう外交ルートを通じてきちんともう介入しようとしてると、日本の国内の中に。で、日本の奴らは嘘ついてるってもうずっと思われてるわけじゃん。この間のあの、うん、ね、汚染水を海に放出した問題にしても、放出してから言うなよっていうね。うん、普通前に言いますよね。前に言えよって、今から放出しますって、うん、今から放出しますって、世界中はその放送を聞いてから反応するわけだから。今日はちょっと早かったのが、今日はあの、震度、レベル7になりましたよね、あの原発が。はい、なりました、なりました。うん、あれは中国のメディアだけが発表する前よりも早めにレベル7になりましたって言ってから速報で流したんよね。で、その後に、中国では日本の発表があって、やっぱりなったでしょみたいな感じの報道の仕方だったんで。ちょっとそこは。でも、要は。なんか逆に中国に発表されてて、悲しいっすね。うん。そうだね。自分の国の発表がね、外国より遅いってどういうことですよね。なんかそれは外交ルートで先に発表前に伝えたのは伝えたみたいですね、うん、今回の引き上げに関しては。うん。まあさすがにあの汚染水の問題があったんで、さすがにね、うん、あんなのね、ロシアの人にとってもね、魚、思いっきり、あそこはまあ、影響受けますよね。うん、影響ね、受けますからね、海は世界中広がってるわけだから。うん。うん、で、意外とこう、なんて言うんですかね、この、あの、何でしたっけ、菅さんの、はいはい、あの、指導力不足、リーダーシップのなさとか言われてるけど、昨日、その、テレビ番組で僕と、ね、同じ名前のたけしさんの、で言われてたんですけど、これ本当にビートたけしが言ったんですけど、なんでみんなこういう時だからこそ、小泉さんに出てきてもらって、リーダーシップを取ってもらうってことができないんだろうって、いうことを言ってたんですよ。うん、本当その通りですよね。で、あの、テレビでは、その、三宅久一先生とかは、普通にあの、亀井静香がトップに立って、こう、被災のことやって、あんな悪人面がやっても知らないと。今、国民でやるのとは、こう、ね、小泉総理がね、こう。いや、ここはどうせ悪人面で行くんだったら、あの人の方が、今、刑務所入ってる。小沢さん刑務所入ってる人。いや、誰だったっけ、うん、お話しちゃった、あのさんね。胸をさん。悪人顔か、あの人。小物の顔してるけどな。あれ、この、あの人はもう、現地で陣頭してる。
まあ、際どい発言かなり出てますけれども。でも、変な話、やっぱし、指導力のある人でもって、こう、引っ張っていける。まあ、ちょっと、ある面で言ったら少し強引かもしれないですけど、そういうのが今必要とされてるんじゃないかっていうのはつくつく感じますね。あまりにもなんか振り回されてて、うん、何やってんだろうっていうふうにしか見えないですからね。あまり、何よりもこう、トップが、俺はこうやるんだっていう。そのね、原稿をね、あんなところで国民の皆様にお話がありますって言いながら、原稿を読みながら言われたって、誰も信じねえっていう話であって。で、しかもですね、問題はね、どうなるのっていうのは何の提示もないんですよ。結局なんか、いろいろと対処してます、対処してます。で、今後の復興案に関しては6月ぐらいに出るかもしれないみたいなの、なんでそれやなんでそれ、まず何よりもその予算が執行できないからってことで、まあちょっと補正予算でまず高速道路無料化を止めた。まあここはまあ評価できると。ただ、子供手当の増額分を止めましたっていうこと。子供手当をこんな時だから、子供じゃなくて、やめて、その、とりあえずほとんどの政策、別にガソリンの限定分をやめるとかいう話もあったんですけど、それも含めてやめて、全部を回す。回して、とりあえず復興対策に。そしたら、それだけでも、まあ、何千億どころか何兆円のお金が、子供手当なくしただけでもね、3兆円ぐらいいきますよね。それを全部こう回すみたいなことができれば、まだマシだったはずなのが、何もできない。なんで子供手当にこだわるんですか？子供手当を被災地の人たちが受け取れるはずがないだろうと、こんな現状。いや、あれね、私、もう意味わかんないですね。いや、子供手当やっぱり、どうぞ。藤原さん。子供手当にこだわってんのは、いや、子供手当にこだわってるのは単純にですね、民主党のやっぱり政権維持みたいな感じのマニフェストを守ってますよという。わかります。いやいや、もうその通りだと思います。なので逆に言ったら困るんですよね。だから、民主党はね、その、マニフェストを守ろうとしてやったわけじゃなくて、言い出したからもう止められないみたいな部分があるとは思うんですよ。結局、そうですね、国民の大多数が、心のどっかでやっぱり被災地のことを本当に、ああ、もう大変だってなってると。大変だ。引っ込みがつかないみたいなね。いや、引っ込みがつかないっていうよりも、国民の本当の、例えば被災地以外の人の心境としては、確かに本当にひどいことが起きたけれども、それでも、被災した人たちも生活があるけど、私たちも生活があると。だから、やっぱり子供手当がないと、いきなり亡くなられたら困るっていう人たちも当然いるわけで。だから、なくすこともできないと。まあ、確かに子供手当がなくなったら他のところは普通に、例えば九州にしても関西にしても生活はしてるわけだから、そこの人たちがね、いきなり亡くなられたら困るっていう話もわかるけど、もともとね、去年いきなりパッとね、お金ばらまきで作られたものなんだから、なくしちゃえばね、いいと思うんですけど。というか、元の児童手当に戻せばいいんじゃないですか。基本的にその、一律にお金がある人にまであげてること自体は、私はまあ、今のところ、最初の政策自体は、私はなんか疑問符がついてましたから。だから、もちろん。児童手当の拡充案出してましたね。そうですね。受け取れる年齢を上まで上げてということで。そう。まあ、拡充する必要があるかないかは、まあ、そのね、いろいろな社会状況によってなんですけど、はっきり言って、その、予算的にそういうものよりも何よりも、日本の産業自体は今も完全にもう危機になってるという状況でもって、何をしなきゃいけないって、子供が育っても仕事ないんすよ、もう、下手したら。全くもってその通りですよ。仕事といえば、うん、やっぱり復興の方もかなりかかりそうですね、現実的な話。いや、かかるでしょうね。いや、それはかかりますよ。何兆円っていうことじゃないですよ。何百兆円っていうお金をかけて。大震災の時で総額なんぼでしたっけ、あれ。あれは、どうなんですかね。関西人分かりませんか。5兆円はかかっていますからね。5兆とかでしょ、確か。うん。ただ、あれは、なんですか。阪神大震災の場合は、エリアが、もう完全に、兵庫県の尼崎市でしたっけ？あそこが、まあ、震源としていて、あそこから半径が、まあ、どれくらいかわかんないですけど、まあ、結局、範囲がそんなに広くなかったっていうことですよね。で、今回、何が広いって言われたら。はい。あ、そうですね。で、すぐ隣と大阪もあり、いろいろな県もあり、資材にしても何にしても、割と調達距離が短かったんで、すぐ行けたんですけど、今はもう、
東北地方の半分がこう全部ガバッと広い範囲ですから、めちゃくちゃ広いのと、今原発のおかげでもってそこにもたどり着けないっていう、どうしようもないダブルパンチじゃないですか。これ大きいですよね、やっぱりね。東北結構半導体産業とか、原発の問題に関してはですね、阪神大震災でも、それもちょっと大変なとこですね。ちょうど日本の一番強いところの分野の企業があそこに結構いてるっていう、うん。集中してましたからね。で、自動車も結局部品がないと作れないんで、最終商品で出せないっていうので、かなり広い影響ですよね。まあちょっと狙われた感がするぐらいひどいよね。確かに。まあね、これは本当に今回ひどいとしか言いようがないですからね、本当に。いやだってあれでしょ、実際その福島のあたりは、次世代型のその首都構想に入ってたわけでしょ、うん、入ってましたね。そういう、いろんな、産業都市みたいなのも作るための準備とか、まあ港の整備とかもしてて、うん、今までその、なかったところって言ったら変ですけど、災害がな、そういうほどなかったじゃないですか。うん、あったっつっても。ずっと昔ですからね。まあ、まあ、関東大震災にしても、まあ、治療基地震にしても、うんうん、正直福島ってそこまでの被害は今回、今までなかったが、これ今回も正直津波だけだったらやっぱり宮城県とかやっぱ山形県の方が被害はでかいんでしょうけど、やっぱ原発が起きたから、やっぱりね、今回被害が一番広くなったって、死者数とかよりもその立ち入り禁止エリアが異様なぐらいに多いっていう。そうですね。うん。あれはもうだって、しましたけど、うん、どうぞ。あれでしょ、あの、死者数も、うん、福島県そんなに発表されてないから、わかんない状態、まだ続いてるでしょ。調べようがないですよね。調べに行けないでしょ。調べようがないですよね、うん、あそこは。対比地域では探せないみたいで、不明者でカウントされてはいるかもしれないですけど。いや、行方不明でも入れてない。結構多いでしょ。安否不明者っていう形だけで、結局総数にはまだ含まれてない数がまだごそっといるっていうことで。実際ほら、残ってるか残ってないかも定かじゃないんじゃないですか。だから結局その原発の事故っていうことでもってかなり大きな痛手っていうか、多分あの津波だけだとすると、まあいろんな打撃を受けたのは打撃を受けたんですけども、復興のスピードはもう全然違ったと思いますからね。手の届くね、範囲だったらね、多少、そのもうちょっと早めに。全貌も明らかになってたと思うんですけど、うん、今、入りもできひんから、うん、おる人らもね、残ってある人らも。困りますよね、うん。で、復興といって、例えばそのね、農業とかね、産業とか、漁業にしてもそうですけども、復興しようとして物を取ったりもできない状態になっちゃって、で、風評被害でもさらに物が売れなくなって、もう基本的にその、復興の、足がかりもつかめないような状態になっちゃいますから、本当にね、今回のこの原発の件はね、すごく考えていかなきゃいけないし、ただ、政府の対応がとりあえず、その、すごいこう二転三転しながら、はっきりしてなかった。しかもその、未だにまだこの将来的ビジョンが見えてない、どうなのかもわからないっていう状態のままで置いてあるっていうのは、これすごい国民にとってもすごい不安を募ってるだけのような気がしますね。まあね、想定外っていうことも、まあ、ずっと言ってますけどね。でも結局なんか最近街中でのインタビューしたらなんかその想定外っていう言葉を使う人がすごい多いね。なんか流行語みたいな。なんか流行語になってしもとるんだって。実際でも。ホリエモンがね、想定の範囲内ですとか言ってたんですよ。懐かしいこと言えば。それからですね。今回は想定の範囲外ですな。範囲内じゃなくて外になっちゃったっていう。実際見てると、原発で事故が起こった後に、事故が起こった後にどうするかっていうのが、その、東電、対策を取ってたのかなっていうのはちょっと個人的には疑問ですよね。そうなんですよね。なんか話があるらしいですよ。事故起こった後の訓練してるとやっぱり起こるんじゃないかとかいうことがあるから、やってないとなんか話を聞いたりして、それはちょっと東電さんの中にもいろいろあるみたいですよ。ですよね。いろんな力関係もあって。取締役さんがなんか8人ぐらいいてはって、うん、そのうちのなんか原子力のこと一番よくわかってる人が、
うん、今回もなんか指揮取ってるらしいですけど、副社長さんですか。はあ、なるほどなるほど。なんかあったみたいですよ。なるほどね。まあ、まあ、今回ね、東電ひどい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 言われてますけどね、東電一生懸命やってますよ、なんだかんだで。いや、やってると思いますよ。まあ、上はトップはともかくとして、下の人たちって言い方も変なんですけど、うん、従業員の方はね、間違いなく今必死で、だってね、うん、こう、チェルノブイリと同じレベルの原発事故のところで必死こいて働いてるわけじゃないですか。大変だと思います。実際発表されてる数値が本当じゃなくて、東芝、ね、なんかこれ、政府未発表ですけど、なんかこう、瓦礫の中とかはマイクロシーベルトとか言われてるじゃないとか、ミリシーベルトって言われてるじゃないですか、今。うんうん、何ミリシーベルトって。でも、瓦礫の上とか、そこら辺まで行ったら、1シーベルトとからしいんですよ。ミリとかの単位がつかなくて、1らしいんですよね、もう完全に。で、そんなの浴びたら、ひとたまりもないわけですから。うん、で、10分間しか作業できないのも交代作業みたいな。うん。って考えたらね。やっぱ勇気のあるし、勇気っていうよりもやっぱり使命感持ってやられてるんでね。いや、それで、大変だからなんかこう、うん、いろんなところで、東電を。いや、多分ですね、避難というよりかは、まあ、その想定外想定内でもって、どうのこうのっていうけど、実はですね、今回の地震と同じようなのは、なんか400年ぐらい前には来てたらしいですから、そういう記録も残ってるらしいんですよね、実は。津波にしても何にしても。そうすると、1000年前ですね。いや、まあ、1000年か400年か分かんないですけど、室町時代っていう話は聞いたんで、400年ぐらいかなと思ったんですけど。上官地震ですから、平安時代ですね。はい。まあ、平安時代ですね。で、それは、基本的に問題点は、そういうのはあったっていう事実で、東電ももちろんそれは知ってたんですよ。で、知ってたんですけども、基本的にそこまで想定して作ってしまったらば、コストがかかって見合わないからってことでもって、まあ、自分たちで持ってラインを引いたんですよ。その時点で問題があったっていうことだけのことであって、想定外かっていうと、実は想定ではそういうことも起きてたって、すごく危ないこと言う人もいっぱいいるので、どっちが正しい正しくないとかっていう理論ではないですけど、完全に想定外かっていうと、いや、そういうわけではなくて、実際にそういう記録も残ってるっていうのは事実なんで、逆に想定外にしてしまったっていうのは現実じゃないかなとは思いますけどね。あと実際その共産党さんの議員さんだったりですけど、その全電源喪失の事態が、まあ大きな地震が来て津波が来たらあるって指摘は国会で何回かされてたんだけど、でもそれをもってもその対策はされてなかったっていうのはやっぱりあると思うんで、そこはやっぱりしっかり見ていかないといけないし、これから対策しとかないと、福島もあそこにあるのは変わらないんで、これからその何十年かかけてその収束させてやっていくにしても、あそこにあることには変わりないんで、これからどうするんだろうっていうのがちょっと不安なところがありますね。いやー、そうですね。まあ、本当、一番不明な、全然わかんないのは、もうこれから本当に福島県というよりもあの地域どうするんだろうと思いますけどね。まず、はっきり言って、チェルノブイリと同レベルって、まあ、あれぐらいの放射能量が、まあ、ね、今でもあると、で、避難してるって考えたときに、何年間入れないんだろうって、持ち物も取りに行けないわけですよね、今の現状では。当然。そうですね。でもなんか入っちゃった人いるみたいですけどね、なんか困るとか困らないとかやってますけど。侵入された方とかだったら、ね、そんな住んでる人も中にはいられたり。出たくないとか言って、まあ、いい悪いは置いといて、でも、すごいその辺も含めて、なんかね、こう、徹底してないですよね。本当に。あと、その、チェルノブイリと違うのは、チェルノブイリは普通の、あれだったですけど、今度、福島の場合、3号機に、プルサーマル計画でプルトニウム使ってるのが入ってるんで、入ってましたね、あれは半減期がすごい長いんで、ちゃんと、除去作業できればいいですけど、それがうまくいくのかなっていうのも、ちょっと、それがわからないと、何キロ、立ち入れないようにして、いつまで続くのかっていうのは。はっきり、今の状況でもって、その、見えない部分がいっぱいある状況でもって、30キロって政府がその、線を引いたんだって、でもって爆発したら想定外でしたって言って済ますのかなっていうぐらいに、私は思ってますけどね。なんか、その、想定外って、じゃあ想定外にしてしまう、その、さっきのあれじゃないですけど、最悪の事態を踏まえた上でもって、国民に注意喚起をしているのか、もう、パニックを起こさないようにするということは、まあもちろん大事なことなので、それもわかるんですけども、
なんかこう、大丈夫だよ、このぐらいもね、平気だよっていうレベルでもって線を引いて、で、なんか起きた時に想定外でしたでもって逃げられたら、それはこう、溜まったもんじゃないなっていうのは正直感じてるところですよね。ですね。まあ、僕はなんか、ちょっとインアスとちょっと違うかもしれないですけど、まあなんか一応 IAEA と WHO は今のその20キロ、30キロの対比で健康上、今のところは問題はない。問題はない。だからそれは大丈夫だと言ってられるんで、今後のことはわからないんですけどね。で今後はやっぱりその、はい、広げていかないといけなくなってるのかもしれないですけど。多分その、私がまあ多分こう、よくわからないの部分っていうのは、やっぱりその、今までその原子炉の方でもって、まあ問題はまあ最初に起きたって、冷やすことはできない。電源が来ないために冷やせなくてどうのこうのって最初に起きた時に、爆発までの間に対処がまず、全然大丈夫だ、大丈夫だって言ってて、爆発が起きた時に爆発がこう、報道規制しましたよね、一時期ね。そうですね。ああいう NHK がね、変わってましたもんね、うん、あれ。ね、固まってましたからね、あれ。固まってました。いや、だからね、あれね、うん、YouTube で先に見ましたね、私。そうです。いや、だから先にね、だからそういうようなリークがしちゃってるような状況で信用しろっていうところで、まず信用をね、失ってるってことがね、政府の一番のも主導権のなさだと思いますよ。結局、で、しかもあれ、実際に発表でも確認できないから発表せずに、大体発表したのが5時間後ぐらいかな、4時間、5時間後に、こういう状況でどうのこうのらしいみたいな発表して、うん、なんだお前ら。かなり遅かったですもんね、あの時ね。遅かった。あれはな、あれはなんか、本当に菅総理が自分の口から国民に発表したいってことを言い出したんですよ。うん、いや、それは菅さんもね。これ発表が遅れたのはそうなんだけど、菅さんも自分のところに報告が来るのが1時間後だったってことで怒ったらしいんですよね。ただ、てめえを1時間後にしてたんなら1時間後に発表しろよっていう話であって、そうですよ。その4時間何だったんだっていう話であって。で、しかもその、前の民衆の人たちの退避命令とか、例えばじゃあ、まあ、50キロ圏内の人、緊急退避してくださいも、何もないわけでしょ？で、それで信じろって言われたって、うん、いやー、それはもう信じる方がアホでしょって言われちゃう感じがしちゃうんですよね。私なんかもう悪い言い方かもしれないんですけども。なんかあれはね、すごく私は、ちょっとあれはひどすぎると思いましたね。というか、もちろん何もなかったらそれに越したことはないんですよ。でも、パニックを起こさないからって言って、実際にそういう、事実が起きていることを、報道制限までして、ひた隠しに隠すってこと自体が、それ、どうなのよって思っちゃいますね。で、しかもこれ、下手、まあ、すごく大きな問題じゃなかったからまだ良かったですけど、本当に何ですかね、溶炉が溶けてて、中でもね、臨界点越してたらば、もうはっきり言ってなんであの時に出さなかったんだって、もっと多くの人が、被害を受けてたかもしれない。もう、爆発起きた時点で。それね、僕ちょっと思うんですけど、うん、これ、ちょっと不謹慎かもしれませんが、うん、1号機はまだわかるんですけど、うん、水素爆発は言われて。僕ね、3号機のあの爆発はね、うん、確かに。いや、ちょっと違うんじゃないのって思うんですよ。で、4号機がその時あんまり崩れてなかった映像が、なんともなかったですよ。透明でなんか出てたじゃないですか。それがね、はいはいはい、なんかいつの間にかね、4号機もかなり上やられてますよね、あれ。あれは深夜に、あれは深夜に、ね、なんかあったり、爆発した模様ですみたいな、崩れております。多少大きな穴が開いておりますみたいなことがあったんですよ。うん、そう、やったな。でもなんかその、その映像のつなぎを見た時も、なんかあれ、うん、と思いましたよ、僕。いや、だから結局、まあもちろんそのね、近づけないから撮れないとかなんだかんだって言い訳はいっぱいあると思うんですけど、実はもう、50キロ以上離れたところから望遠でもってずっと撮ってるわけですよ、NHK なんか。だから映像はあるんですよ。でもそれ報道規制でもって流してないものがたくさんある。この事実が、やっぱりね、ちょっと、いや、おかしすぎますよ。ね、うん。あれはちょっとじゃあ、でもね、当たってるかもしれないですけど。でも、私はちょっと違うんですよね。うん。やっぱり何でもかんでも、何でもかんでもちょっと流してしまうと、確かにパニックは起こります。うん。で、やっぱり人っていうのは、うん、やっぱりこう見たい現実見たくて、見なくていい見たくない現実は見たくないものなんですよ、基本的に。うん、だからまあやっぱりそういうのは、特にこの間原子力国際協会のですね、日本代表っていうんですか、事務局長の人のお話が NHK で中継であったんですけど、はいはい、基本的にああいうところっていうのは、たとえどういう情報が流れてても
絶対確定してるというか、もうみんな知ってるという状態から発表するっていうのが本当らしいんですよね。いや、そうではなくて、発表ね、だから分からないのは分からないでいいんですよ。避難勧告を出してないことが問題だって私言ってるんですよ。結局ね、何か起きた時に、それを調べたら放射能が出てました、ごめんなさいじゃ済まないんですよ。ってことなんですよ、私が言いたいのは。別にね、その状況が分かんないけど、爆発が起きた。とりあえず緊急退避させるべきですよ。もう、分からないんであれば、なおさら。私が言いたいのはそこなので、別にそのね、全部分かってから発表しなきゃいけない。いい加減のこと言っちゃいけない。それはもちろんその通りなんですけど、じゃああの時に爆発して実際に放射能がいっぱい飛んでて、住民の音を大きく被爆してしまった。取り戻しがつかないじゃないですか。で、実際に噴火の時少ないですけども、少量ですけども、かなりの人が風に流されて、近辺の人たちかなり被爆してますから、だから、なんていうんですかね、対処が遅すぎる。で、実際にもうそういう危険性がある。水素爆発の危険性も実はもう、温度が、上がって、水から、表面から、露震が出た時点でも、その可能性は言われてたわけですから、いつ爆発するか分からないっていう状態であったにもかかわらず、もう大丈夫とかっていう、その時点がおかしいと思うんですよ、私は。あ、その点はですね、政治記者の方にも聞いたんですけど、菅さんも怒ってたみたいなんですよ。いや、だから怒ってたんじゃ、怒るんじゃなくて、避難勧告出したらいいんですよ、菅さんが、1時間後でもいいんですよ。1時間後に聞いた時点ですぐ避難勧告を出すべきだったんですよ。内容はつかめないからじゃないんですよ。私が言いたいの。わかります？つかんでからダメだったじゃ遅いってことなんですよ。私が言いたいのは。いや、結局その、1時間後に聞いた時でもいいじゃないですか。すぐ避難勧告出せば。いや、だから1時間前にですね。避難勧告出して、あ、大丈夫だったって戻ってくればいいけど、避難勧告出す前に、被爆して、そしたらもう、まあ、しかないですよね。そうですよ。で、その人たちだって、若い人だっているし、子供だっているし、被爆して、でもって、白血病になって何十年も何百、苦しんで生活するようなことを忘れる可能性があったわけですよ。それをね、なんだろう、もっと重く受け止めて、例えばその時に避難勧告出して、ちょっとそれがそうじゃなかったと言ったって、申し訳ないと思って、私は逆に言ったらそれで謝れるぐらいの人の方が好きですね。なんか何ですかね、こう、安全だって言ってて、でもって爆発が起きてもとりあえず安全です。パニック起こさないでください。安全ですって。本当にだって確認も取れてないのに安全かどうかわかんないのに安全だって言ってるやつは信用できないな、私は。まあね、それを言い出したら今後、例えば原子力って、石油、まあ今んとこ石油に代わってやってるエネルギーじゃないですか。そうですね。それが今、中東情勢が厳しい上に、今回三陸沖のやっぱりコンビナートもやられてしまったわけじゃないですか、その日本の大きな。そうですね。やられましたね。そうなると、生成施設が。だから、これから、あ、そうですか、はい、コンビナート、やられてないです。溜まってる ところかな。やられたのはですね、千葉のところの、あれは、はい、天然ガスですか、ね。天然ですね。はい。あれだけがやられただけで、備蓄タンク等はやられてなくて、まあ、ちっちゃいのはやられてますけど、その大きなところは何も問題なく、今回、流出したとかいろいろ言われてますけど、何もないですね。はい。はい、まあ、泥道コンビナートの、まあ、被害が、まあ、微小であれ、ただ甚大であれ、まあ、石油情勢が厳しい時にですね、この原子力のこの問題が出てきたら、やっぱり今後エネルギー、事情にしてもかなり厳しくなってきますね。いや、もちろん当然なんですよ。ただ、そのね、原発は、まあ、やめることができるとか、そういう理論に行くかないはまた一つ置いといて、そうではなくて、私が言いたいのは、じゃあ原発をかばわなきゃいけないからって、人を見殺しにしていいってことじゃならないですよね。まあね、そうですよね。ならないです。そこなんですよ、ポイントは。別にそのね、まあ、日本にとって原発は必要だって、今現在なくなったら日本はやっていけないって、これはもう私だって分かってることだし、当然のことなんですよ。だから原発はいけないとかっていうんじゃなくて、政府の対応ですよ。だって原発自体はもともと危ないもんなんですから、それを、まあ、地震国の上に作ってる以上、リスク管理っていう面で言ったらば、それはもう、神経質以上に神経質になっても、
やりすぎってことはないというふうなの認識もないといけないのに、国民にこう、反発を買っちゃいけないからってことでもって、安全だ安全だって言って、ボコ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 出して逆に不信を買ってしまう。こういう状態に陥る方が、私は逆に言ったら、余計不安になると思うんですよね。で、これでもって原発は必要だからって言われたって、逆に国民の方だって信用がなければですね、こんな危ないものなんでそんなどうなこうなっていうようになって、今実際にデモとかあちこち起きてますけども、あの反応が起きるのは当然のことだと思いますよ。こういうことをやってた。逆に、もちろん危ないのは承知の上でも、それをちゃんとしっかりと管理できてるっていう状態を見せられれば、まだ、あ、やっぱり日本はまだ原発必要だなっていう部分もあるだろうし、ただ、こういうふうにやってるんだな。まあ、ただ、今後ね、それは切り替えていかなきゃいけない、なんか、方法は考えなきゃいけないっていうのはありながらも、即ダメっていうことにはならないと思うんですけど、政府が隠し隠して大丈夫だ、大丈夫だって、安全っていう、その信用を作り上げようっていう、嘘で塗り固めてれば、余計不信感が生じて、逆に反発の方が多くなっちゃって、すぐやめろとか、今止めてる原発を起動するのになかなか時間かかったりとかっていう、そういう現象が起きちゃうことの方が、マイナス面が大きいんじゃないかなと私は思いますよ。ああ、そうですね、原子。よね、そう。だって原発自体だってそんなね、人がね、こう火ついた、じゃあ消さなきゃって水かけてすぐ消えるならいいんですけど、あれだけやって10年かかるっつって大変ですよね。まあブレーキの壊れたオートマ車ですから、そうですよね、怖いですよね、本当に。まあですね、これからは原子力の安全性に関してもね、まあ、藤原さんが言われてるのは多分ね、今後そのどうやるんだよ、どうするんだよっていうのがあるんだろうけど、そうですね。それは僕も同じ気持ちでわかるんですけど、何よりも今回何がひどかったって言ったら、要は、その地域の人の命を守ることよりも、菅総理が優先したのは、その日本の原子力事情が世界にただ漏れになることを、まず防いだんですよ。そうですね。それはおかしい。人命よりも先に、技術を守ったんですよ、あの人は。まあ外交というよりもその日本の恥を世界にさらすなみたいな部分が働いたと言って、それプラス、それが起きてるから今、誰もその国を、まあ間接的ですけど、国の発表を全く信じないと、日本人が。まあ東京都がね、自らこう、水がちょっと汚染されてますみたいな話したら、ね、水道水がどんどんなってきてて。で、それ、じゃあ今はもう大丈夫って言っても、未だにペットボトルの水が全然足りない状況が続いてると。うん、あ、もうでも解消されましたよ、それは。東京は。もうまだ、もう解消されたんですかね。韓国から水が大量に輸入されてるっていう。どっか輸入されてるかわかんないですけど、水はもう売ってますね、普通に。あ、まあですね。意外とでも、まあ、コンビニ、まあ、僕と刹那さんの知り合いの人の家の目の前がコンビニらしいんですけど、その方のコンビニは全く水がないと言ってますね、未だに。本当に、あららら、逆に関東の方に集めちゃったんですかね、そしたら、物流を。そうかもしれない。意外とですね、熊本の激安スーパーにですね、水がないんですよ。大阪もないです。本当に、で、多分東京に流れたんでしょうね、みんな。浦安市に知り合いがいるとも、私のおかんの弟さんが、はいはい、友達がいて、そこに、もう、頼むから水と食料送ってくれってことで、その震災の劇場が起きたところだからってことで、そこで何十万円分かを水と、まあ、カップ麺とかそういうのを全部送ったっていう米とか。でも何があるかわかんないな。こういう時に、このおっちゃんはもう今現在、お金送ってくれって言ってるけどね。食料送ったからお金送ってくれって金がねえよ。どうか。これはまた被害の人、ね、これ気づかないのですかね。なあ、いや、なんで水を買うんだって思うんだよ。いや、だから日本、無事やったところは、別にいいじゃないですか。水道水を送っても。いや、なんで家で子供がいるところとか、慌てたんじゃないですかね、もしかしたら。やっぱり、私ね、思ったんですけど、本当にね、あの時期に、誰かね、バカなやつがね、ペットボトル集めてきて、どっかの水道を汲んできて、街中で売ったら売れるんじゃないかなと思いましたよ。いや、僕、それ考えましたよ。やっぱり、普通に。普通そう思いますよね。いや、そんな、別になんだっていいよ、ね。とかじゃなくて、そんなにやる気やったら、東京で困ってんやったら、ペットボトルの回収業者とかね、
それこそほんまにやりゃええのに、うん、なんでその詰められた水っていうのだけにみんなが群がってんのかがわからない。いや、それはね、多分本当に、あの、今までもそうだったんですけど、何かあったらそういうのを買い占める傾向にある国民性なんですよね。で、もともとミネラルウォーターっていうものは、日本はそこまでまだ、需要がない。海外はすごいですけど、まあ、海外の水の質と日本の水の質の違いもあるんですけど、やっぱり、水道水の水は飲むものじゃないっていうのは海外があるから、まあ、海外はそれがあって、でも日本は飲める水だったのが、飲めないかもしれないってなったその危機感。で、それが自分のところでももしかしたら飛んできて起きるかもしれないと。多分、発表ではアメリカとかでもね、風に乗って、アメリカ、カリフォルニアでもか、観測されましたね。すみません、大阪ももう、なんか、西の方から、一回りしてやってきてます。あ、やっぱり。一回りして、長旅を向けて。もう、特に届いてるみたい。あ、偏西風で放射線を測る、その、システムがすごい感度がいいから、どこかで、世界中のどこかで、地下実験やっても、その数値が入るって、テレビでやってました。入る、入る、入る、入る。いや、その通り。感度が良すぎるのも問題だ、とかいう話をしてましたよね。で、しかも、はっきり、自然界にも放射能はありますから、はっきり言って、普通に何もしてなくても放射能っていうのは浴びてるんで、なので、まあ、そういう面から考えると、放射能に過剰反応は、はい、東京より全然補助能が日頃から高いとこもあるみたいですね。あ、ありますね。あの、中国なんかめちゃくちゃ高いらしい。自然放射能ね。これも、インドの、過敏反応というか、ね、風評被害の一つかもしれませんね。うん、ただね、先ほどね、ちょっと気になったのは、その、日本の国民の、買い占めしてしまう国民の国民性があるっていうのは、やっぱそれね、なんかね、ちょっとね、すごく無駄が多いような気がする。まあ、カップ麺と水はまだいいんですけど、牛乳が全然なくなった時にね、なんか、牛乳買い占めしてどうすんだろうってすごい不思議に思った。それ言うならね、僕はヨーグルトを買い占めたっていうのがね、もう。ヨーグルト、ヨーグルト。なんかこう、次にツイッターの人がやってて。計画停電のおかげで、大打撃なんですよね。あ、そうそう。そう、ただ、発酵のやっぱり、すごい電力がいるとかで。そう。うん。違う、確かに、名古屋でも、ヨーグルトはないですね。ないんだ。違うメーカーのはありますよ。あ、なるほどね。みんな大前提で勘違いしてるのが、今回、震災の後に、ヨーグルトが不足しました、納豆が不足しましたって言ったら、なぜかね、需要が増えたんですよ。ない。あ、それはあるでしょうね。日頃食べてないのに。国民性っていうのは、基本、レアなものに対して、ものすごくみんな、レアものを集めたいって思うんですよ。なんと買っちゃうってやつでしょ。うん、そう、話を、もう、あの商品がもう少なくなったらしいよとか、全然気にならないんだけど。ものすごく売れてるらしいよとか、だから映画の宣伝とかもそうですけど、これはすごくいいんですとか言われたら見たくなるのと一緒で、物が少ないんですね。もうこれは数点しかないんですって言われたら、買いに行くんですよ、日本人は。だから、あれは、しかもする方が悪いんだよね、あれは。一点物ですね。っていうかね、まあ、そのね、嗜好品や何かに関してはいいんですけども、例えばね、私すごく思ったのは、そのお米とかお水とかそういうものときたら、もっとさ、近所泊まりでもってさ、分け与えられないのかなと思って、すごいね。で、やっぱり東京震災の後すぐですけども、やっぱ、お米が全然なくなっちゃったんですよ、スーパーや何か。で、私はぼーっとしてたんで、あ、全然なくなっちゃったや、つって。で、長野の友達に電話したら送ってあげるよ、つって、そのまま送ってくれましたけど、農家やってるんで、農家の人は直接自分のとこ取ったらお米送ってくれましたけど、なんかね、何なんだろうな、その、売ってないからってパニックってしまうっていう時点が、なんかちょっとね、違うんじゃないかな。なんか、知り合いとかそういう人たちがいれば。リスタート来ましたよ。あ、来ましたね。どうしましょうか。完成形の悪口言ったせいがない、ひょっとしたら。この番組はですね、リスタート。どうしたらいいでしょうか。リスタートは大体ですね。そうですね。うちのシム来ますか。うちのシムでやりますか。今日お店休みです。僕のシムでもいいですよ。あ、南側。いや、じゃあ、たけさんのお店に行きましょう。その方が椅子もあるでしょう。そうだね。椅子もありますね。うちのお店行きましょうか。はい。じゃあ、彼も移動します。すいません。ちょっと場所わからないで呼んでください。はい、はい。はい。たっくんさん、うちに、鉄腕インフィニティさん呼んでください。お願いします。私ですか。はい。鉄腕インフィニティが作ったお店でやりましょう。はい。はい。じゃあ一旦ボイス切った方がいいですかね。はい、切ります。では切ります。はい。
これは放送事故ではなく、セカンドライブの、リスタートのために、場所を、移動しますので、少々皆さんお待ちくださいませ。これ出てるけど誰の？うちもグラフィックボードじゃないんで、オンボードなんで、オンボード。すいません、笑っちゃった。多分藤原さんがさっき、スクリプト系のやつ持ってたんじゃないのかな？多分、わかんないけど。これかな？いや、エラーが出てた。ああ、いや、これ関係ないですわ。はい。はい。今日は猫がくっつきま、うるさい猫、あっち。寂しいんで寂しいの。かわいそうに猫ちゃんも。さっきからくっついて回るから、うるさくって、ゴロ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 。それはね、僕の声は猫とね、女の子の赤子にすごい毛がいい。女の子の赤子ですか。うん。あ、でも、せっちゃん、いい声してるよね。はい、うん、はい、ということで、再開しますね。はい、すいません。場所を移動しまして、今回ですね、私のお店の方で再開ということになりました。はい、まあ、どこまで話したんでしたか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、菅総理がダメダメだということだけはわかりきっていることということで、ですね、まあ、ちょっと、じゃテーマをちょっと変えてみたいなと思うんですけれども、次のテーマはですね、まあ、こんな中、まさかの統一地方選挙が行われました。皆さん投票行かれましたでしょうか？私はちなみに仕事が忙しくて行っておりません。皆さんどうだったでしょうか？行けました？これ先に言うとこ。僕も行きました。行けなかったです。私は行かなかったです。とりあえず当日の昼までに行きました。僕は行って、なんか維新の会がこう思いっきり圧勝していることにびっくりしました。大阪維新の会ですよね。まあ、圧勝みたいですね。結局、市議選の方はね、過半数いかなかったんで、大阪都構想はなんか、また白紙戻りましたけどね。そうですね、なんかそう言ってましたね。まあ、そんな場合かっていう感じですよね。まあ、そこはまあ、大阪がどうっていうよりも、ただ今回ですね、テーマにしたいのは、どこが勝った、どこが負けたと、まあね、なんですが、名古屋の方になんかこう、地域政党がどうのこうのとか、まあテレビでは言ってますけれども、ぶっちゃけそんなことどうでもいいと。名古屋のことは名古屋の人に任せとくと。大阪のことは大阪の人が考えればいいと。でも全体として考えたら、なんでこの時期にやったんだろうと。で、不思議に思ったのが、千葉県の浦安市が液晶化検証で、もう道もない、生活も復旧してない、投票所なんか行ける状態じゃないのに、それなのに投票所を作れ、やれって言った、その千葉県、何やってんだと。あれは、なんであそこまで強引にやらせようとしたんでしょうね。私も意図があんまりよく見えなくて。僕も見ない。森田健作が指示したのかどうかは分かんないんですが、まあ、知事さんですけども。やっぱりそんなにあれですか、時期を合わせなきゃいけないんですか？今回ですね、延期したのは山形県の、市長、首長選挙ですね。県の首長さん、県知事さんの選挙はなくして、あとはそこら辺の、普通の議員、県議会議員とかの選挙もなくなったんですけれども、それ以外はあったんですよ。
で、宮城県もですか？いや、宮城県とかもないです。多分あったかどうかわかんないんですけれども、県知事さんの選挙は山形県のはなかったということだけは分かってて。ただ、この時期に、果たして、こう、ね、まあ、千葉県とかで、なんで、無理やりに、あそこまでこうね、強調して、やりなさいと、作りなさいと。で、結局再選挙になったわけじゃないですか。なりましたね。うん。50日内でしたっけ？プロ野球はね、開幕を遅らせといて、なんでやるんでしょうね。うん、いや、プロ野球はね、あれは、もう開幕を遅らせて当たり前ですね。まあ。うん、まあ、電力使うからダメなのか、それは当たり前ですが。って言ったら、うん、もう本当はもうこの時期に東京でナイターやってるって話だったわけですから、東京ドーム使って。うん、あれはちょっとナイターをやめてほしかったね。ね、そうで、うん、まあ今日開幕したみたいなんですけど、まあね、なんといっても渡辺さん、読売新聞社の会長さんですね。あの人がね、はいはい、頭がね、何考えてるんだろうと思って、ね、本当に。巨人大砲卵焼きの時代は終わったんだよってことを本人が自覚してないっていう。何のさ、卵焼きって野菜が。本当に偉そうですよね、じいさんね。読売新聞社の社主だったですよね、確か。うん。鍋つねです、鍋つね。まあ、あれはもうね、本当に何考えてるんだ、何考えてるんだって言ったら本当に、今、必要じゃないことをやろうとしてる。まあ、プロ野球ファンの人でも、ほとんどの人が、自粛もね、今やらなくて、まあ、自粛ってもやってもいいけど、やるんだったらせめてこう西でやってくれると、東京とかその電力使うところでやめてくれよって、まあ、そのパチンコ屋さんがやってる、やってないっていうのもあるんでしょうけど、少なくとも何十万人っていう、まあ、何十万人言い過ぎて、何万人っていう人が試合を見に行くわけじゃないですか。例えば、その人たちが電車が止まったらどうするんだろう、停電起きたら、また地震が起きたらどうなるんだろうっていう時に、そういう地域でやるべきではないとは思うんですよね。いつ何が起きるかわからないような地域で。で、地震あって、中断しましたよね。中断しましたね。今日は何だっけ、楽天の試合を。やってましたよね。一旦中断しましたね。中断して放送入って、やってましたね。そうなんだ。まあ、やっちゃダメとは思わないんですけど、時期を考えろとってことですよね、本当に。サッカーが例えば、J リーグが3月すぐ中、全部中止して、まだ未発表で、4月の29日でしたから、再開しますみたいな。だから、プロ野球も正直、4月の末ぐらい再開ぐらいでよかったんじゃないのかなと、開幕は、と思うんですよね。そしたら、今、そもそも対策と、似てない？その政府のその大丈夫だったり、なんかその最悪のことを考えて、やっぱりちょっと、これぐらいまではちょっとやめとこかいなみたいなことを先に考えることができない体質か。まあ、なんとかなるやみたいな感じです。それは多分ですけど、サッカーは、地域重視でやってるじゃないですか。例えば、チーム名のどっかに、例えば、仙台でも、ベガラタ仙台、チーム名が地域ですよね。一つも実は企業名の入ったチーム名じゃないんですよね、一個も。そうか。で、そこから野球になったら、今度は読売ジャイアンツとか。そうか、全国紙のエゴだ。そうですね。それはありますね。っていうか、実はね、読売って新聞の、この間見たんですけど、原子力を推進した人って、実は読売新聞の創設者かなんかの人たちなんですよね。いや、NHK でやってましたよ。NHK でもって。そう。確かそうだったですよね。はい、そうです。見ました。いや、見たらばね、原子力進めた人たちはいたんだなっていう感じで、まあ、そのエネルギー問題なんかあれなんですけど、結局その、ちょうどその時にビキニ環礁の、実験があって、で、日本を第三の被爆だって言って、すごく問題になって、なんとか丸って、ね、マンゴー漁船が被爆して、船が被爆しまったね。そう。で、やっぱりそれでもって、まあ、すごくその、反原発の動きがあって、で、共産党がそういう、まあ、当時ですからね、共産党どうのこうのとかね、ソ連の力とかいろいろあった、冷戦時代なんで、ちょうどそれが兼ね合ってたんですけども、で、そこでもって、原子力の安全利用というか、平和利用っていうのを盾に、なんていうんですかね、原発、特に
その、何ですか、被爆とかっていうことに対してのアレルギーを解消するって目的があったらしいですよ。アメリカがあって、あの当時はまだ原子力発電自体そんなものはまだ10年先になるだろうって言われてる時なのに、要するに日本にプルトニウムを持ち込んで、要するに、あ、ウラを、濃縮ウラを持ち込んで、原子力の、なんですか、実験を始めるというのをしたのは、読売のその会長さんとか、その辺が、プロパガンダでもって、新聞やなんかでもって、安全利用で平和利用だってことでもってやる。それによって、アメリカの原爆の実験や何かを正当化しようというようなアメリカ側の意図があったっていうのは、この間やってました。これは正しいかどうかわかんないですけど、そういう取り方もできるような内容の、史実はあったみたいですね。そうですね。実際あれ、その被爆した船も、一隻だけすごい有名ですけど、だけじゃなかったって話もある、ね。ありますからね。本当に、だから、日本はもう一番被爆を受けてるんですよ。原爆、広島、長崎をして。で、そこに、原子力発電所こんなにいっぱいできたっていうのも、そこでもって、要するにプロパガンダというか、まあ、いろいろな、情報でもって、もう、原子力はもう夢の力だ。原子力でもって、飛行機まで原子力で飛ぶなんていう、そういう、もう、未来みたいな話をこういっぱい持ち込んできて、まあ、実際にそれが怖いですね。今やってしまうと。そうですね。いや、なんか、まあ、軍艦とね、潜水艦はね、原子力がありましたけども、できましたけども、でもまあ、そんなような、まあ、基本的にちょっと、夢のあるような話持ってきてるためにわざわざ、その、原子、で、まあ、日米安保の、その、協力体制を強固なものにするっていう、その、基本的には、その、バックグラウンド、政治的な、やっぱり、戦略があったっていう。で、結局、原子力が本当に使えるようになるのは、それ入れてから、もう、10年、15年経ってから、やっと動き、それも向こうの設計のものを日本に輸入してっていう感じですから。だから、やっぱりその、あれですね、その、政策、原子力発電をしていくっていうことの、最初の部分から、やっぱりその、ちょっと作られた、系やね。まあ、ただ、日本の産業発展においては、やっぱり電力が かなり、豊富に供給されたっていう、その、貢献がやっぱすごく大きいので、それだけでは、結果論としてはそれだけではないんですけども、実際にその当時は、ダムをいっぱい作らなきゃいけなくて、で、東京でも、昭和のね、初期なんかって言うと、もう本当に停電がもう、夏になったら停電。で、しかもクーラーがなくて、扇風機でも停電するぐらいしか電力がなかったわけですから、みんなが使ったら。なので、そういうレベルだったのが、逆に言ったら、もう、まあ、劇的に解決していったっていう事実は、やっぱり、まあ、事実として、やっぱ現実あったとは思うんですけどね。そうですね。もうどうなるんですかね、原子力発電所を止めた、まあ、この状態、まあ、止まってる状態じゃないですか。正直、はいはいはい、夏までに最低稼働することは見込めないわけですよね。7月は無理だと思いますけど、柳川、お願いでしたっけ、あの辺はもう、あれは東北、でもあれは東北電力なので、東北の方ですよね。はっきり言って、東京には回せないはずなので、じゃあ東京どうするんだろうと思ったときに、はい、あれは東北電力なので、なんか福島の原発、点検で止めてた時でも、一応、賄えるんではなかったですね、うん、他の電波の発電所が全部稼働した時は。いや、それはクーラーとか暖房を使わない状態では賄えるんですけど、夏にはだって完全にネオンギラギラで東京ドーム動いてて、パチンコ屋さんも全然起きてる。東京ドーム動いてて。まあでも節電はやっぱりやらないといけないでしょうね。って考えると、なんかのデータで読みましたけど、うん、実は、なんだっかな、水力と火力を合計したら、うんうん、一番ピークだった時の2003年だかなんかの夏のピーク量を若干上回る電力量らしいんですよ。なるほど、なるほど。僕もそれ見たことある。で、原発はなんか、まるまるなくても、実はいけるらしいっていうのが聞いたことはあるんですけど。なるほどね。まあ、それは僕も聞きましたよ。ねえ、うん、なんか。まあ、ただ地震で火力が止まってるとかいうのがあるから足りてないんじゃないですか。まあ、ありますからね。もう火力はでも復旧しかけてるっていう話もあるんで。もうしてますよね。復活したと考えても、
今、まあ、一番懸念されるのは7月、8月の大規模停電。もし起きたらどうなるんだろう。ニューヨークの大規模停電が起きたじゃないですか。まあ、結局に新しいところで。あの時も、まあね、すごいことが、まあ、すごいことって、まあ、経済的にすごい打撃を受けたわけで、で日本の経済の中心は、まあ、なんだかんだ言ってもやっぱり東京なんで、東京が大規模停電なんて起きられた日には、テレビ局も止まる。テレビ局が止まるってことは、要は、僕らの地方のテレビも止まって、まあ、自家発電があるにしても、止まるわけじゃないですか。ポンって。いや、まあ、テレビ止まるはないけど、医療施設の電源とかも落ちてしまうと恐ろしいですね。命に関わりますよ。電力、東電だけじゃなくて、それぞれの、あの、大きな大企業の工場は、自分のところで発電し持ってるところが結構あるんで、それは、あの、電気代高くなるでしょうけど、かき集めてやったら、なんとか、どうにか乗り切れたり。するんじゃないかなと期待をしてるんですけど。自家発電でもどのくらい使えるんだろうね。多分、休んでるところがあるんで、点検とか修理とかもあるんでしょうけど。自家発電できるとかいいけど、信号機とか止まったりとか、交通機関にも影響を得た下手したら人死にますからね。あの、実際に計画停電でも、計画停電だったら何時で切れるかなって言って、おまわりさんもそこに立てるけど、急に来たらそれは無理ですよね。で、ただ計画停電でも、なんかあまりにもやっぱり規模が大きいので、あの、警官が全部立てなくて、信号が止まってて、事故が数件あって、やっぱり数人亡くなられましたからね、実際に。そうですね、ニュースで見ましたね。計画停電でもなくなるってことは、これが計画しない、予知しない災害的な停電の場合には、もっと多くの人が大事故を起きる可能性だってあるし、あの、電車がですね、いきなり停電になった時にどうなるのか私はよくわかんないんですけど、あれって止まるようになるんですかね。怖いなと思って。止まるんじゃないですかね、そこに。あ、確かに止まってほしいですよ。それこそ真夏だったらあれ地獄ですよね。電車を走ってる時に自分で電気発生するようになってるんで、それで止まれるんじゃないですかね。ああ、なるほど、なるほど。回生ブレーキとか使いながら。あ、ありますね、確かに今は。ああ、なるほど。最近の電車って窓開きます？ああ、新幹線は開かないですね。新幹線だったら最悪。新幹線絶対開かないですよね。開かない。もうよりね、決まって行かないと危なくて。最近のもの、あんなも昔と。あれなんか声が消えちゃいましたよ、せつなさん。せつちゃん声切れた。あれ、さっきの落ちたかな、ひょっとしたら。落ちそうかな。なんか、最後まで、ね、ました誰がね、はい、刹那インフィニティ落ちましたので、せっかく喋ってたのに。だから、その、東京の方で、その、まあ、その、停電が起きたとして、地方に関係ないかというと、すごい関係してきますよね。いや、大きいと思いますね、やっぱり。大きいですよね。ねだから、うなんかでもやっぱり本社のシステムが止まってしまうと、こっちにもシステム動かなくなっちゃうんで、大きなシステムは。まあ、会社の中に発電機があったとしても、それがどのくらい続くかですよね。何時間とか。一日持つんだろうか。いや、大規模停電が起きた場合は何が怖いって、あの火事が怖いですよね。火事。まあどうなるかはともかく、まあこればかりは見てみないことにはどうなるかわかんないと思うんですけれど、少なくとも何だろう、今が求められているのはこう安定した電力の供給もあるんでしょうけど、それプラスいかに節電するのか。ってことを考えるときに、やっぱり東京とかやっぱり被災地に近いところとか電力不安があるところ、まあもともとね、その福島に東京電力を賄うためのものがあったっていうのがまだ間違っているものことであって、あれは東電のものだったんですね。じゃあ、あの福島原発で、あの女川原発はあれはあの東北電力のものなんですか？そうみたいですね。そうです。違うんです。わけわからんね。うん、小田原原発だってあの宮城県の方ですよね、うん、ありましたね、うん、確かに柏崎だったかな、宮城県、うん、なるほどね、いろいろあるですね、うん、まあどちらのものとしても、まあ、あの売り買いっていうか、まあ、あの電力会社同士でもってやり取りはするんで、まあ、それはなんとかなると思うんですけど、それにしてもね、やっぱり厳しいですよね。あ、うん、ですね。はい、刹那インフィニティに戻ってまいりました。はい、おかえりなさい。ただいま。はい、まあ。
なかったですね、セタライミニティ。僕の時はね、もう30分ぐらい入らなかったんですけど、ね、まさかお金もんと登場だったんですけど。持ち物検査ではなかったみたい。チェックされる。うらやましい感じ。まあ、なんで僕はお金もんだったんだろうって、今、未だに。いや、あれ、可愛かったじゃないですか。あれ、結構好きっすよ。あれで行こうよ、今度から。なんでその姿を教えたんだろうと。違う。あの時ですね、チャットするとね、お金もんの動きをしてしまうんですよ。だから、本当は、戻りましたって言えようと思ったら、いきなり、岡村の動きをしだしたんで、これは参ったと思って。そもそも言葉に反応するんですか。いいね。あ、いいね。最高ですね。まあ、そのわけで、まあ、今、まあ、原発の原子力の問題とかがどんどん起きてるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、本筋といいますか、まあ、原発問題、僕らがね、こう、心配することは言えても、まあね、どうなることでもないけども、ちょっとこれからの国の育成でもちょっと語っていけたらなと思うんですけれども、ああ、いいですね。まあ、今回のテーマに関しては、多分、しばらく、統一地方選挙の時に合わせて、衆議院選あるかなと思ったところで地震が起きたので、まあ、解散はまずあり得ないと。で、今、総理大臣の首を変えるっていうことは、可能性的にない、ある可能性もあるんですけど、ほぼないだろうと。まあ、菅さんのままで行くんだろうな、しばらくはと。ってなった時に、じゃあ、この国は一体どうなってしまうんだろうと。菅総理だったら、間違いなく、潰れますね、この国は。このまま行くと。いや、革命を起こすしかないんじゃないですか。この時にやっぱり、革命でしょう。本当にね、過激派じゃないけど、革命でも起きないことには、もうやばいところまで陥ってるってことを、まず政治家が分かってない。それと、テレビでも言ってるけれども、国民の意識がまだ正直そこまで行ってないと。だって、この後に及んで、統一地方選挙とかでも、やっぱり、そこのことだけしか考えずに発言している人たちがいる。なるほど、ね。っていうことですよね。地域のことしか、まあ地域のことを考えるための議員さんなんでしょうけど、そこを考えたときに、果たしていいのか、これでと。このまま行って大丈夫なのかっていうのが、やっぱりここ、ね、国民が持つべき意識じゃなかろうかと。結局、すごく思ったのは、さっきね、ちょっとね、アリンさんも話してましたけど、こう今、どこの会社もですね、どこの地域のローカルだけでもってやってるとこってほとんどないんですよね。もう全国展開してるとか、やっぱいろんなつながりがあって、その中でもってやってるので、例えばね、小さなお米屋さんでも、お米のね、産地が被災になったら売るものなくなるわけですから、影響を受けるっていうような、相互関係があるっていうのを、この機にすごく認識をしてもらって、その、まあ、地方選挙でも、まあ、地域とかね、自分の家のことっていうのは大事なのは事実なんですけども、もうそればっかし追っかけてたらば、この国はもう滅びるっていう、そのやっぱその認識を持ってもらわないと、もうどうしようもないなっていうところまで来ちゃったって、特に今回の震災の復興等々を考えた場合には、今までのような感じでもって、なんとかなりゃ国がやってくれるやに、もう国も何もお金もない借金まみれの国が、今はっきり言って借金まみれどうしようもない時に、国土の半分ぐらいは使えなくなったっていう、そういう事態にゴンと、まあ、4分の1かな、なったっていう状況でもって、どうすんのっていうところに来てるところを、もう少しみんなその、人ごとに考えちゃいけないと思うんですよね。本当それがね、すごい、と感じて、なんか、さっき、ね、地方選挙でもって、地方のことばっかし考えてって言うけど、その地方だけ生き残れないんですよ、日本の国が潰れたら。そういう考えてもらえると困るなと思いますよ。ちょっと不謹慎な数字を並べますけど。はい、どうぞどうぞ。今回、その、お亡くなりになられた方が、1万2千人でしたっけ、超えてますよね。はい、超えてますね。日本の人口が、1億2000万ですか、うん、なんかね。で、単純に割ると、今の段階で、1万人、どこ見渡してもですよ。老若男女問わず、1万人、自分の身の回りの1万人のうちの一人が地震でポンと亡くなったんです。そうですね。これを、生物的にね、なんていうの、本能的な部分で、なんか変なことが起こってるぞって思えるかどうかっていうので、うん、僕は、日本のその、行く末はちょっと決まるかなと思ってるんですよ。なるほど。で、何かっていうと、多分今ここにね、出てはる人らは、
ちょっとなんかやばいぞって、ある程度やっぱり感じてたりとかする人たちだからいいんだけど、うん、そう思ってない人もなんかやっぱりいるわけですよ。確かに。ほんで、まあ言うたらその、何パーセントかにならんと、そういう、なんていうんですか、本能的な危機感が出てこないのか も、かもしれないですけど、じゃあだったらそれが、どういうのかな、その、日本全体が、あの、社会、変な社会主義に飲まれてしまってるとか、そういうことを言う人までいますからね。身の回りでもいないとは言えないんで、そこをね、そうじゃないぞと。でこれはもう、地震起こった瞬間からわかるけど、国難に近いことなんやでっていうのね。本当に。もう地震っていうその相手に、まあ言うたら、戦争やられたみたいなもんなんですよ。それぐらいの危機感を持ってないと、多分ちょっとね、あかんのちゃうかなと思うんですよね。その、だから自分の時間の、持ってる時間の、言ったら、1万分の1でもその真剣に考える時間はやっぱり作らないと、日本全体のことを考えてね。そこのところをみんなが持てるかどうかでちょっと変わってきそうな気がするんで、まだ僕は、こうなるだろうっていう、なんですか、いい方向とも悪い方向ともまだちょっと見えてないんだけど、なんかそこがちょっとキーになるっていうか、ターニングポイントになるんちゃうかなと思ってます。僕自身はね。だから、ちょっとの時間でも真剣に考える時間は作ろうとは思ってますけど。皆さんどうですか？そうですね。私はもう本当にそれはもう、賛成で。で、やっぱりこの、日本っていう国がこれで急成長したっていうね、やっぱりちょっと新案を作るようなすごく成長した戦後。で、私結構ね、日本国民って、やっぱりその、災害とかそういうものに強いんだと思うんですね、逆に言ったら、他の国民が。だって、やんないように強いと思うんですよ。アメリカなんかだったら、こんなもん、なんか、なんですかね、それこそ、ね、なんていうんですか、こう、暴動が起きてもおかしくないぐらい。そうそうそう、暴動ですね。起きてもおかしくないのに、やっぱり復興っていうところでもって、特にね、震災後、やっぱりこう、いろんな面で、で、東京だって今の東京があるのは関東大震災のおかげなんですね。おかげって言ったら、まあもちろん亡くなった方もすごいたくさんいたので、まあちょうど不謹慎だとは思うんですけども、でも、もし昔の江戸時代の東京のままでもって、そのまま建物はどん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 増えていってたらば、道は狭い、車は通れない、今みたいな発展はできなかったんですよ。それが、震災の後に、復興庁というのができて、まあ、土地のですね、2割を、まあ、国が、こう、まあ、ある程度買い占めるような形でもって、大きな道路をあの時に引いたから、それでも、まあ、今もきちきちですけどね、東京が、まあ、少なくても車が通れる道ができたような、そういうような感じでもっての復興がある程度できた。で、今回の復興も、やっぱり、そのもう、先、もう10年、20年、強いて言えばね、50年ぐらい先も視野に入れた形での復興をしっかりと計画をし、考えた上でもって立ち上げなきゃいけないっていうふうに思うし、また、もう、なんですかね、これをきっかけにして、私が、まあ、これは私の個人的な意見なんですけども、物を作る製造業はなくなっちゃいけないんですけども、それだけの産業に依存してるから、逆に言ったら電気もいっぱい使う、輸出輸入でもって、で、海外にもいろんな面でもって、影響があったりとか、まあ、いろんな面で産業が進退してしまったって、やっぱり情報産業にもう少しやっぱり力をシフトしていくことを考えなきゃいけないと思うし、あとその、本とか新聞を付する紙が印刷するが動けないとか、紙が流通がいかないとか、そういうようなことも起きてる中、電子出版に変えたら、それの影響ははっきり言って、ほとんどないぐらいの、で、しかも大きなクラウドを作って、日本、各国で、日本国内でもって、その情報網で、しっかりとした、ネットワークを作っていくと、逆に言うと、消費電力を少なくして生産性を上げるような産業を作り出すことができるのではないかなと。今までの、
生産業からもう少し情報産業にシフトしていく、そのきっかけも逆に言ったら今回つかめないかなって、実は試行錯誤して、明日発売の一応 MJ にこういうようなことは考えなきゃいけないねってちょこっと書いたんですね。日経の新聞のコラムの方に書いたんですけども。読んでみたいですね。はい、もうぜひぜひ、タイムの話、キオスクで言ってると、どうぞどうぞ。ああ、なるほどです。僕もですね、情報産業もなんですけど、まあ実際僕がいた会社なんですけど、今もちょっと在籍をしてるんですけど、はいはい。エネルギー問題でもこれからもっともっと取り組んでいかなきゃいけないかなと思うんですよね。おっしゃる通りですね。その通りだと思います。今回、石油事情が厳しい上に、また原発もまた安全性の上で、かなりもう疑われてしまった。原子力もこれから問題視されていくと安全面でもね。いや、で、となると、僕が、どうぞ、ごめんなさい。あ、よろしいですか。で、実際僕の会社でやってることというか、もう実行してることは、ゴミ発電なんですよね。だから、サーマルリサイクルって、プラスチックゴミを破砕して、それを燃料にして発電するという、もうこれ、世界で最初に僕の会社はやりました。すごいじゃないですか。それいいですね。今回の地震でちょっとその工場一つぶつぶれたんですが、宮城県の高城工場で。で、そういうことも今後、やっぱりもっと力を入れていかなきゃいけない。太陽光発電なんで今、消えてしまったやつもあるんですけど、その、今、ソーラーシステムとかも今、政府が推進してるじゃないですか。補助金出して。それももっと進んでいくんじゃないかと。で、情報産業もやっぱりその電気があってこそのあれなんで、やっぱり言うと。だから、今後僕は考えていくには、エネルギー産業はこれから、そういう、こういった地震、まあ、幸い体おかしいけど、天気として、また盛り上がってきまくると思いますね。だから、そうですね、大体エネルギーの部分とかは、おそらく、その、どこやられたとしても、まあやられたところっていう言い方するとまずですけど、どっかがやられても、他のところは自分らで何とかできるぐらいの、その個別の発電とかね、いう方向にやっぱりなっとかないと、あかんのやろなっていうね。やっぱりそのエネルギー問題、今回本当にね、浮き彫りになりましたけど、私もすごい、やっぱこう真剣に取り組んでいかなきゃいけない。で、しかも日本の場合に、資源がないですから、だから原子力っていう選択肢になったと思うんですよ。でも原子力自体も逆に言ったら輸入品ですからね、ほとんどが。濃縮はしてもらっても。まあでもこれからそうやって日本である程度原子力うまくやらで、それからこの発電所を海外に輸出しようと、多分その大手の企業を考えてたと思うんですけど、それがちょっとつまずいてしまうことも潰れましたね、全部ありますよね。で、しかもすごく今回の震災っていうか、まあ、原子炉の問題が大きいのは、例えば今、例えばね、農業の復活でもって、日本のお米をブランド米にして中国に売り込むだとかっていろんな話が出てたら、今もうこれで全部潰れますし、そうですね。で、やっぱりその、なんていうんですかね、こう、今、本当にこれからやっていこうと思ってた。で、日本、中国からの観光客をいっぱい呼び寄せて、観光業でもって伸びるんだ、今、急成長だって言ってた矢先に、今回のこれでもってみんな、避難勧告で、日本に、入国する人だってもう、ガーッと減ってますし、観光ではもう全部なくなりましたから、ほとんど。なので、やっぱそういうようなことで観光産業も今、浸透してる。農業、生産業も、水産業も、物資供給、打撃を受けて。で、製造業もしっかりですよ。製造業なんか工業なんかも本当にかなり打撃を受けて。で、電力がないから生産が追いつかない。また、この関東近辺だと、計画停電でもって、工業が行わなくなったりとか、もう、はっきり言って、打撃がむちゃくちゃ大きいんですよね。で、やっぱり、だからそういうことを考えて、それを認識、その危機認識を持って、みんなが復興に向けて意識を向けないと、やっぱりこれはね、水の危機って言ってますけど、本当にね、大体のことが起きてるというふうに思った方がいいと思いますよね。そうですね。もう特にリーマンショック以来の不景気の上に、
今回のこの地震の時は、なんか昔の、あの、世界恐慌が起きて、関東大震災が起きて、大戦が残ってるって、なんか、気味があるほど一致してますからね。いや、ほんとそうですよ。本当なんかこの原発の問題はその日本やっぱり狭いんで外国に比べるとそのやっぱりその何十キロの立ち入り制限区域とか出てきてしまうとやっぱりそこにある企業や住んでる人っていうの結構いるんでかなりの打撃を受けるしその今回どれぐらいのあの被害になるのかってちょっと津波の件もあったんでわからないですけどやっぱりちょっと大変ですよね。いやもう本当に今回のことがですね、実際例えば、まあ、ちょっと規模は小さいながらも、まあ、平成不況が起きて、その上に阪神大震災が起きて、それでもまあ一応は経済を持ち直したことがあると。で、その教訓がどこまで生かされてるのか、これもまた試されてくるところですね。あの時も、あれでしたね、自民党じゃない人が。まあ、確かに、社民党ですね。社会党か、教授の社会党。前行事さんでしたね。前行事さんがやってましたね。村山富士さん。ひょっとしたら自民党以外の総理がつくと、あの、なんか、災害が起きるっていうジンクスがあったら怖いっすね。怖いね、もうそれだったとしたら。まあ、ただですね、あの、まあ、多分今回は、阪神大震災と大きな違いがあるっていうのは、東京が被災したっていうことだと、被災地ではないとしても、東京にダメージを食らったっていうことが、かなり大きいですね。これが一番でかかったっていうこと。人の心がね、人の心が乱れてますからね。すいません。不吉な予感がするんですけど、なんかこう、はい、だんだん西から東へと、なんかこう、震源が東京にどんどん迫ってきてるような気がする。それはね、一切関係ないようですよ。いや、あの、それはね、間違えて、東京に震災が起きても、正直日本が、例えば東京の直下型地震が起きたとしても、別に日本が潰れるってことはないんだよね。これは、いろんな人が言ってるけど。あの、多分ですね、もちろん被害は大きいと思うんですけども、日本は東京と直下型が起きてもですね、だって今回地震でもっての被害はそんなにないわけなんですよ。実は津波の方が大きいですから、全然に。うん、あの、日本のやっぱ耐震のビルディングっていうのはかなりやっぱりよくできているので、あの、もちろん全部崩れないわけじゃなくて、崩れるところはあると思うんですけども、それほど言うほど大きな被害にはならないんですよね。実際はやっぱり津波がやっぱり一番怖いですから。まあ、今回なんで、この、あの、待ってて、あの、今回ね、なんでこんなに、まあ、建物が地震では大丈夫だったかというと、まあ、建築家さんいるんで分かりやすく言うと、アレハがね、はい、あの、構想計算書偽造っていう問題がありましたよ、ね、覚えてますか皆さん。ありましたね。アレハさん。あの人が、あの人のおかげで、ビルのほとんどを耐震補強したわけです。おかげではないんだけど。まあでも、あの人の情報のおかげで。はい、で、まあ、あれも熊本の恥と言われてる、あの、木村健先生さんも関わってたことなんですけれども、あの、普通に、あの人、まあ、あの人のおかげじゃないんですけども、あの人がそういう問題定義を、まあ、一応したわけじゃないですか。で、危機意識を持ってきちんと、あの、耐震強度を全部補強したんですよね。だから、多分、東京直下型地震が起きとしても、正直そこまで被害、まあ、被害はありますよ。震度7とか起きたら、それは揺れますし、壊れますよ。壊れるけど、正直そこまでのダメージを食らわない。で、確かに死者も出るだろう。多分何万人とか、下手したら何十万人っていう死者が出るかもしれないって言われてますけど、それでも、東京の人口は1000万人超えてますから、世界ナンバーワンという、あの、先進国の中では世界ナンバーワンの人口密度だから、って考えると。ちょっとビビってますけどね、あの、構造のあの、やり直した人でも。実はちょっとビビってます。ビビってます。構造計算しない。そこまで、その、変で、変なことが、変なことって言い方も変ですけど、そんなに心配することではない。で、僕が今一番何が言いたいかというと、この機会に日本政府が、まず、絶対に言っておかなきゃいけないことがあると思うんですよ。例えば今、世界に対して、鳩山のバカが言った、あの、CO2 25% 削減。ああ、あれはもう無理ですよ。うん。あの、2010何年まででしたから、2020年までが、2015年から2020年までに CO2 を 25% 削減します。もうこの機会にもう全ての専門家が言ってますけど、できませんと。
こんな状態で。謝るしかないですよね。始まるから無理ですよね。CO2 バンバン使わないと。逆に、もともと無理だったと思ってるから、私なんかは。だから、はっきり言って、ごめんなさいです。いい機会かなと思っちゃいますけどね。とか理由はできちゃうかもしれないですね。CO2 も出してないんですもんね。そうそうそう。もう出してないんですよ。日本が 25% カットしちゃって、中国とかがカットしないと意味ないんですよね。うん、それもあるし、それもあるけど、とりあえずごめんなさいと、とりあえず。うん、で、そりゃそうですね。何よりもそこをまだごめんなさいでしましょうってことですよね。で、その次に日本政府が今取らなきゃいけないことは何かって言ったときに、もう原子力のことは世界にお任せしますと。もう日本人では対応できませんと。世界各国、もしくは国連でもいいし、IAEA でもいいんで、どこかが指揮を取って発表してくださいと。そしたら日本政府が発表しないんだから、いいじゃないですかと。もう日本政府は情報すべて丸投げします。いいことも悪いことも。その代わり発表はそちらでやって、そしたら世界中が、信用できるって思う。今日本は世界から信用されてないんで。だって、それは問題かなっていう。確かに、日本政府の発表と海外の発表が違いすぎる。まあもちろん、海外はね、わからない上での想定だからっていうのはもちろんわかるんですけども、でもそれだけじゃない部分も多いじゃないですか。なんとか村でもって発見されたあれだって日本政府がこう、発表する前に向こうから、実際に避難勧告の2倍の量の、放射能が検出された。はい、東海村じゃなくて、ね、飯舘村とかのところですけどね。そうそう、飯舘村か、すみません。うん。IAEA が発表しましたね。で、さらに、もう僕からの提言、もう日本に言いたいのは、さら最後の一つが、もう、とりあえず缶やめろと。いや、でも、どうやったらやめさせられるんですかね。もう今の言動でやめるとしたら、もう解散はまず無理ですよね。となると、総辞職。総辞職で、まあ、だと、順当に行けば、まあ、戦国さんあたりが総理大臣ですかね。まあ、順当に行けば、まあ、小沢か戦国が総理大臣になって。小沢さんはまだね、難しいと思うな。まあ、ただ何が問題かっていうと、もう本当に、とりあえず、任せとけと、もう、悪いことしてますと。悪いことしてるけど、ここはもうちゃんと、まあ、戦国もそうですよね。自衛隊は暴力装置って言った人ですから。でも、それでも少なくとも、少なくともまだこう、少なくとも、もう今、間違いなく言えるのは、この、菅よりもリーダーシップはあると。で、菅さんはなんで総理大臣になったんですか？あの人がなりたかっただけのようにしか見えないですよね。なんでみんな選んだんでしょうね。なりたかっただけでしょうね。もう、で、あの時、まあまあ、あれこそ順番でしょ。副総理だったですっけ、財務省。財務省。で、さらに言えるのがもう一つが、この後に及んでですよ、まあ今日もトップニュースでありますけど、アメリカ軍はいらないって言ってる人たちがまだ、まあ、あれバカですよ。ね、今回のことを見て、アメリカ軍がいらないって言ったやつは、で、アメリカも大きいでしょ、かなり。そう、今回のことで、アメリカ軍がいたことで、その友達作戦かじゃないかわかんないですけど、その日本の自衛隊で10万人規模の自衛隊が行きましたと。で、自衛隊戦数が20万人です。で、阪神大震災の時は2万人しか派遣してませんでした。で、この2万人しか派遣してないのが10万人になったからさ、すごいでしょじゃなくて、阪神大震災の時に2万人しか派遣しなかったことが問題であって、そうですよ。10万人がそうにやってる。あ、10万人。すいません。ちょっと、皆さん多分知らないと思いますけど、今、ロシアの方がですね、アメリカ軍にクレームつけてる話があるらしいんですよね。あ、それ、まあ、後でしょ。それは後でいい。アメリカ軍の、後でいいんで、で、何が いけないかっていうと、アメリカ軍を今、避難する立場に日本はない。だってこんだけ、うん、人様の国の予算を使って救助活動まで、まあ、人道支援してもらって、でこの後に読んで、アメリカ軍いらないって言ったらどういう話やねんと、助けてもらっとってて、もともとアメリカ軍がいるのはこういう時のため、まあ当然攻めてた、どこかの国が攻めてきた時のためでもあるんですけれども、少なくとも今日本は危機的な状況で、アメリカに助けてもらってるわけじゃないですか、完全に。だってアメリカ軍いなかったら、日本だけじゃ、さすがにあそこまではできなかったかいですもんね。すべてにおいてアメリカ軍が、こう、一気、速攻でしたからね、菅総理の会見よりも早くアメリカのクリントと大統領、クリントじゃないか、誰だっけ、バラ、オバマさんが、支援を表明したわけですからね、菅総理が
あの地震が起きてすぐに発表する前に、うん、ね、寝起きを叩き起こされて。この何でしょう、指導力のなさっていうか、そのリーダーシップの取れなささっていうのは、もうなんか見てると、なんか本当に呆れてものが言えないレベルになってきてるんですよね。なんか聞くたびになんか悲しくなってくる、うん、うん、悲しいっていうのが妥当な言い方ですもんね。そう、本当悲しいですよ。だって、いや、日本人だってやってる人もいるし、あの、すごい綺麗な人山ほどいるのに、なんでああいう人は総理大臣になるんだろう信じられないうん。あれしかないね。うん。まあ今回の統一地方選でも投票率そこまで上がってないにしても民主党惨敗じゃないですか。うん、もう自民党の直接対決も0勝3敗。で、うん、まあそれ以外は相乗りしてたっていうこともあってほとんどが当選してますけれども。うん、でもまあ自民党も議席は減らしてて無所属が増えていると。その代わり民主党は100議席以上まあ減らしていると。減らしてる。100議席ぐらい減らしているのか。うんっていうことで考えたときに、まあ、当然これだけの大敗を持ったんで、震災がなかったら間違いなく菅総理はクビなわけですよね、この状況で。そうそうですよ。うん、で、菅総理が、あの、昨日、まあ、これはもうテレビの情報そのままなんですけど、何よりも腹が立つのが、この、ちょうど地震があったときには、あの、外国人からの不正の、あの、政治資金問題が菅さんにあって、うんうん、で、この時に何が起き、この時のお金を、地震があった2日後に返金してるんですよ、電話して。ちょっと待てと。そんなことやってたのお前。うん。ちょっと待てと。ちょっと待てと、菅総理という話なんですよね。あの。それ本当ですか？これ事実ですね。あの、昨日初めて多分僕もテレビで知った情報なんですけど、菅さんは、11日の日の震災の時、まあ、あの、国会審議の時に思いっきりそれで攻め込まれてました。ただ震災が起きて、翌日の12日に電話をして、14日の日に110万円か106万円のお金を返金してますね。いや、ちょっと薄いでしょ、それ。事実ちょっと待ってくれ、それ。信じない。まあ、もちろん市長はやったのかもしれないけど、それにしたらだって違うだろう、やること。160万円、お前、帰宅しようよ、お前。申請、現金で送れよ。で、その後に菅さんが取ったところ、まあ、菅総理の悪口ですけど、完全に。まず、自民党の谷垣さんに電話をしたと。まあ、これ有名な話ですね。テレビでどんどん載ってますけど。で、電話をして、協力してやってくれって言ったら、連立に入ってしてくれって言ったら、何を言ってるんですかって、協議も何もしてないのに、連立も何もないじゃないですか。まあ、当然、自民党からしたら当たり前のことよね。震災のことについては手伝いますけどって、復興については。それ以外のことに関しての政策は、釣り合わせも何もしてないのに、連立なんかできないですよって話をしたら、缶が切れたと。君が一緒にやる気はないのかみたいな感じで切れたと。で、これは谷垣さんも普通に言ってることなので、まあ言ってもいいことなんだろうということで。うん、いや、っていうかね、ありえないですね、それ。ありえないですね。もう完全に自分の保身のためですよね、完全に。お母さん、パニックってますね、あの人、多分。いや、パニックってるんじゃないよ、もう。パニックってるんじゃなくて。自分のことしか考えてないだけでしょ。うん、リーダーシップが取れてないってことを、もう国民がこれだけ、うん、マスコミもこれだけ言ってるんだから、ただどうやったらリーダーシップを取れるんだろう、どうやったら総理大臣を辞めなくていいんだろうってことを考えて念頭に置いてやってるらしいよね。てか、うつろじゃないから辞めりゃいいんですよ。もう、しょうがない生まれ持ったもんなんだから、無理しちゃダメですよ。もともと大金になっちゃうような人じゃないですか。リーダーシップなんて身につくようなものじゃないですか。いや、無理。ていうか、もうあの年になってできないやつはできないって。あの、これ20代の子だったらこれからね、まあいろいろなんか頑張ればひょっとしたらっていうのはあるかもしれないけど、もう40、50、60になってたら無理。ありえないですよ。なんかもう、あれ、新しい決まり作ったらいいんちゃいますか、もうなんか。総理大臣になるときに、昔ガキ大将やったかどうか聞いて。それで、ガキ委員やったことあるとかね。いや、学級委員はちょっとね、官僚っぽい。やっぱりガキ大将ですよ。ガキ大将。先生がちょっと手こずるような。っていうかね、あの、国民に不信任案とかって出せたらいいんですけどね、あの、なんですか、別にさ、あの、内閣でもと、あの、よりも国民に、こう、で、まあ、総選挙っていうか、あの、解散総選挙とかって言っても、大掛かりになっちゃって、この時期できないけども、国民投票ぐらいはしてもいいと思いますよ。国民が、その、菅内閣に対して、あの、はっきり言って、あの、賛成の立場にいるかないか、菅の、あの、信任に対して、正しいかどうか、わざわざ選挙しないまでも、投票できるようにシステムでも作りゃいいのになと思いますけどね。まあ、議員内閣制というのはですね。
いやもうその議員内閣制自体もだったらあれですけどね。参議院いらないもんはっきり言って。それは違う。吉田さん、それは議論が違います。別の話になる。議論そのために議論するような問題ですかの。復興が終わるまで別内閣作っちゃえばいいのに、それは無理なのかな。ああ、それが今言われてる大連立っていう。復興内閣ね。いや、小泉さんはね、もう一回総理大臣になることはできないんだよね。理由はさ、国会議員じゃないから。国会議員じゃないと総理大臣にはなれないから。みたいなものを作って、党派とか関係なしにもみんなで協力するっていうような、そういう組織を作っちゃえばいいのになって。で、まずね、それがなぜ協力できないかって言ったら、官が辞めれば、まだある程度協力体制は民主党も自民党ももっとできるんだと思うんだけど、官が辞めないことにはとりあえず、協力なんかできるかって話であって。だってさ、あの人の下で働きたいと思う？私だって嫌だって断りますよ。だって、指示力もないで、人に責任はなしつつという、無茶切れする。もう最悪のリーダーじゃないですか。ていうか、あの人もともとね、なんか瞬間弱化式って言われて、結構嫌いな人らしいですよ、もともとが。ねえ、なんかね、うん。高層に見えてね。そうなんですよ。だから、鳩山の辞めるときに次の総理大臣はイラカンって、イラッとしたらカンってなるって。いや、そう、イラカンって、そうなんですよ。僕の意見はちょっと違うんですけどね。まあ、うん、正直な話、今の状態でちょっと政権変えるとか、そういうのはちょっとやめたとかいいと思うんですよね。海外的な対面というか。いや、政権交代は難しいと思うんですよ。首相も辞めるのもですよ。政権交代の首相とは、総選挙をしなきゃいけないんだけど、総選挙ができないんだよ、今。だから、解散がなくなったんだよね。ただ、首相、国政化はよくやってるじゃないですか、内閣の入れ替えは。これは別に問題なくできることなんですよ。そんなに大変なことじゃなくて、民主党が決断すればできることなんですよ、別に。まあ、民主党というよりか、まあ、菅が決断すればだけど。そう、菅が決断すればできること。で、国民が何に対して今怒ってるのかって言ったら、政府に対してっていうよりも国に対して怒ってるわけよね。何よりも、特に被災地の人たちは、なんで情報が回ってこないんだ、なんでなんだ。そうですよ。ただ、正直、厳しいことといえば、じゃあ、そこに住んでるってことは、当然、日本に住んでるってことは、地震があるってことは分かりきったことで、じゃあ、その対策を少しでもやってた人、津波の対策をやってたことがある人とか、避難経路とか避難訓練をもっとちゃんとしっかりやってたら助かってた人もいるんじゃないのかっていう意見も正直あるんですよね。そこまでやった上で、っていう人はもっと意見言っていいと。でも、国に頼りっきりで、何でもかんでもやってくれちゃ困るよっていう、そのために避難訓練もあるんだよっていう意見もあるみたいなんですよね。そう、避難訓練やる国って珍しいらしいですよ。日本は絶対やりますよね、9月1日に。韓国もやるけど。韓国も。韓国はやるけど、必ずやるよね、9月1日に。韓国は大体徴兵制までありますからね、はっきり言って一旦軍隊経験のある人がいっぱいいるので、こう統制はしやすいんですよ。なぜかっていうと、指揮権ができた時にどういうふうに行動しなきゃいけないっていうのを一応一通り立てて込まれてますから、軍隊にいた人っていうのはね、その指揮権の系統の、要するに自分の、役割を真っ向するってことに対して、すごいそれに対してある程度、責任を持ってやってくれる人が多いのでいいんですけども、日本はそういうのはないか。そうですね。日本は、もともとそういうのはあったはずじゃないけどね。徴兵制をしなくてもね。そう。しなくてもあったはずなんだけども、今、基本的に、回覧板が回ってきたりとかね。バケツリレーの練習とかね、やりますよね。そう。で、今の若い人たちは、それがなくてもないんでしょうね。ないですね。若い人よりも例えば、これはニュースで見た、本当に僕的にはこれニュース、ヤフーニュースかなんかで見たニュースだと思うんですけど、何よりもちょっと心が痛かったのが、ちょっと町の名前わかんないんですけど、小学校が震災、地震が起きたと。で、その時、地震の後に、全員校庭に出たと。で、出たんだけど、すぐそばに裏山があったと。で、そこに登ればよかったんだけど、あまりにも裏山の傾斜が厳しくて、小学生には登れなかったと。だから、橋の上だったらちょっと高くなってるから、津波が来るなら安心だろうっていうことで、そっちに行ったと。でも、その移動してる間に津波が来て全員流されちゃって、百何十人っていう、まあ、全校生徒120人ぐらいの中で、教職員入れて116人ぐらいの人がいなくなっちゃった。そうですよね。で、その保護者が今、
その学校の対応が悪かったとは思わないって言ってるんよね、何よりも。ただ何年生がどの地域 に逃げていったのかを教えてほしいと、せめて自分の子供たちがどこにいたのかを知りたいという意見を言ってて、でどんなに避難訓練をきちんきちんとそういうふうにしている人たちがいて、だから学校も学校に来て学校先生たちも巻き込まれてて、ちゃんと逃がしてあげようって、どうにかして手で守ろうと思った。だからそこの裏山に本当は逃げる予定だったんだけど、傾斜がきつかったと、これはきついなと思って、話的に傾斜がきつくて逃げれ、その山に逃げなかった。そうですよね。正直、はっきり言ったら先生だったら登れるような部分を作っといた方が良かったよね。だって先生たちは登れたわけだよね、その大人だから。正直、ただ子供を置いて逃げることを先生たちだからできないから、で巻き込まれ、一緒に巻き込まれてお亡くなりになっちゃうわけだから。いやでも私先生だったら一緒に巻き込まれて死んだ方が楽ですよ。でもしそれ自分だけ逃げて助かったら、いや逆に言ったらばもう多分子供たちの子供顔が頭に浮かんできて苦しんでなんか生きていく方がなんかしんどいな気がするんで、まあ、どっちがいいとか悪いとかの話じゃないと思いますけども、多分それはね、そのすごくかわいそうな話なんですけど、でもその先生方にしてみると全うしたいってことにおいては多分私は良かったんじゃないかなと思いますよ。ただ、本当に前もってその小学生の登れるような登り口とか本当前もって作っておけば良かったのになってのはやっぱ思いますけどね。そうだね。ちょっと思い出しましたけど、この間もちょっと言ってましたけど、ありました、やっぱり津波の、対しての教訓の名前で、津波天然子でした。あ、そう、バラバラに逃げろって、そう、天然子ね。武さんが投げたやつ、テレビで言ってました、やっぱり。津波が来た時はそれだけ大変なんだってことで。だから、それがね、もう、なんちゅうの、心身に染みてる人らでも今回、助かってない方々が多いっていうのが、やっぱり規模のデカさっていうかね。で、なんかそれ私もね、テレビ見た話だったんですけど、その消防団の人が一旦津波が来て引いて、でもって、怪我した人もいるかもしれないって探しに行って、被災されてしまった方々も結構いたみたいなんで、なんかその人なんか、ね、あと肥満の方が、そう。なんか集まらなきゃいけない消防署が、どうのっていうのもありますね。そうそうそう。でもって、じゃあ、今もうみんな大変な時だから助けに行かなきゃって言って、で、やっぱ津波に流されてしまった。もう本当これなんかもね、逆に自分が人を助けたいと思って言ってる人たちが、それに逆に飲まれてたっていうのは本当に気の毒だなと。逆に自分がしたいことができなかったんで、一番かわいそうだと思いますね。なんか、出動中の隊員は大丈夫だったんだよ。うん。非番の方が、とりあえずの集合場所っていうのが、その消防署の前の、なんか、広場みたいなところで、そこが、まあ、来ないだろうって思われたところやけど、来てしまった。そうですね。そういうのがあったみたいです。でも、この間、阪神大震災の時の再現ドラマやったけど、これの再現ドラマやったってどうなんやろうな。いや、もうこれで、できない4時間以上かかる、もう超大作になりますよ。少なくとも今は考えたくない、それを見たいっていう人はいない、その、いや、っていうか、見たくはない、記録としては大事だと思いますよ。というよりも、やっぱりね、ただ、人ごとの人も多いような気がするんですよ、意外に。もちろんね、ここにいる人は意識高いんで、いろんな被災した人はなんか、まあ、もちろん、テレビなんか見てる人は、テレビでもって今、逆に流しすぎちゃって、こう、落ち込んでる人いないかなって心配はするんですけども、やっぱりいっぱい流してるじゃないですか。で、やっぱああいうのばっかし見てると、なんかね、気分的に落ち込んじゃって、落ち込まなくてもいいのに落ち込んでしまって、何もできなくなっちゃう人も出てくると思うんで、ちょっとそれはまた別の心配なんですけども、ただやっぱりね。セカンドライフをやってて身近に感じたっていうのもありますね。多分セカンドライフに入らずに、テレビだけ見てたら、やっぱり人ごとだったかもしれないんですけど、この世界にいるとやっぱりいろんな地方の人がいて、こうやって喋ってて、まあ地震が来たとか、聞く話ですし。それで、あ、本当に地震だと思ってテレビを見ると地震速報が流れて、あ、セカンドライフにいた方がニュースが早いみたいなところもあるし、本当に仲の良かった人がね、福島県に住んでて、いわき市に住んでるんですよ。で、
なんて言うんでしょう、あのジャマさんですけどね、そこの彼女が住んでるうちはそのまあ揺れたけど壊れてはいない。でその放射線の方のあの、避難勧告は出てないんですよ。でも自主避難はしてる。だから自主避難なので、そうあの国から物資なんかもちろん届かないし、自分のお金でこう引っ越して今千葉県にいるんですけど、だからそういう人たちも いるっていうことですよね。たまたまその子が私は仲が良かったので電話もあって、千葉県にいるのっていうふうに電話があったんで、ああそうなんだ、避難勧告、まあだいぶ前のですよ、結構前の段階から避難されてたんで、あのね、すごく、ね、おかしいと思うんですよ。でっていうかそれだけ被害を受けてるわけだから、別に避難勧告で避難しようが自主勧告で避難しようが国がやっぱりある程度保障しなきゃいけないと私は思ってるし、あの なんていうんですかね、あの変な話、あの分かんないんですけど、まあ、パニックを抑えようとしてるのか、それとも国があんまり責任を取れたくないから自主避難って言ってるのか、避難した方がいいよってこと、危ないってことじゃない話じゃね、どう考えても。そうですね、一応進めてはいるから、やっぱり避難した方がいいと思ってるけどっていうところなんでしょうね。だからその自主避難できる人はいいですけど、そうできない人たちもいるわけだから、避難勧告をそこまで出しておけば、あの自治体が連れてってくれるでしょ。でもですよ、ね、自主勧告のところだと、そのおじいさんおばあさんたちは自力では行けないわけじゃないですか。うん、だからやっぱり範囲を、ね、そうそう、だから範囲を広げて、なんとかそういう人たちを救ってほしいですよね。一応、自主勧告の避難の人にも保証はするとは言ってたみたいですけど、みんなの気持ちを聞いてると、ね、結局、なんていうかな、国がもしさ、その例えば、今回ちょっと使えなくなった土地がありますと。で、復興するために、まあ、一応皆さんの土地ですけども、没収もちょっと考えますみたいなことをちゃんと言えばね、わかる人もいるはずやと思うんだけど、あ、そうだと日本はそれできないのかな。うん、あ、いや、でも、それはできるんじゃないですかね。できますよ、憲法に、あの、公共の福祉のためならばっていうのが制限がついてるんで。ただし、その、多分現状が、どっちに行くのかがまだわからないっていうのは、あるんじゃないかなと思うんですよね。大体、役所とかも流されちゃってるから、台帳すらないんですよね、土地の台帳が。日本の難しいのは確かに公共の福祉であれば募集できますけれども、例えばアメリカだったら土地を買うっていうことはないじゃないですか。ないです。あれは全部土地は自分のものじゃなくて国のものじゃないですか。で、日本は自分のものになっちゃうんですよ。国有地ではなくなるんですよ。その問題が一つあるっていうことですね。と、何よりもその財源が今の国に保証するだけの財源がない。もうないでしょ。赤字国債だらけでって、そんな金どこにある？国有地とかそういうところ売っちゃえばいいじゃないですかね。そうなんですか。日銀が買い取りするんですかね。ああ、国債を。ああ、日銀に引き受けさせて、国債を引き受けさせてって言ってる人もいますね。インフレになっちゃいますよ。国債を。インフレになる可能性がある。と僕も怖いですよね。確実になるでしょ。それはちょっとどうなのかな。バウンドホールドって言うんですけど。まあでもリフレ派の人はそれをやって日銀に引き受けさせてやると、そのインフレにはならずにインフレターゲットと政策取って、でその国の債務はインフレなんで借金がだんだん将来また減っていくんで経済も良くなってって言ってる方はいるのは知ってます。確かに。それはその通りなんですよね。確かに言われたら、ただ理論的にはそうなんでしょうけど、なんだけど、ただあえて、まあ、例えばですよ、本当に民主党がやった意味不明の計画を白紙にさえ戻せば、少なくとも、少なくとも5兆円ぐらいのお金は浮くわけじゃないですか。少なくとも今現実にできることをやってほしいなと。正直5兆じゃ足りないから、例えば土地を整備して財源の確保ですね。僕は、もう財源の確保を今の内閣に任せてても意味がないと思うんですよね。だって6月頃って言ったんだからね。今すぐ欲しいのに6月頃って何だろう。いや、てかね、多分あれですよね、国民からの募金の方が先に集まると思いますよ。いや、なんか、そこなんですよね。1000兆円でしたっけ。で、何が言いたいかというと、僕、今回思ったのが、あまりにもね、募金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 言ってて、本当にね、その被災地以外のところが被災地になりつつあるんですよ。
あの募金募金で、例えば街を出歩くためにここは何の募金、ここは何の募金と。で、確かに募金するっていうことが悪いことじゃないんですけれども、でもあまりにも募金募金って、あ、今日はこっちのなんとかっていうところが主催しているそのため、あの被災地のための募金、すべて被災地のための募金だけど、いろんなところに行くたびに募金しなきゃいけないでしょ。そしたら例えば、あの洋服買えば1万円とするって、原価が入ってそのお店屋さんが儲かるって、その卸元にもお金が入るっていう、その経済活動が今完全に薄れてるんですよね。これが薄れてしまうと、募金のためにお金を使ってても、そのうち結局、どん詰まりが来ちゃうんですよね。そうなってしまったら終わりだと思うんですよね。だから経済活動はきちんとしつつ、じゃあ、税金の中から、国民、国の予算の中から本当に例えば、今日発表されたのだったら公共事業に1兆5000億追加でやるとか、そういう本当に被災地のためになるようなものをどん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 予算として組み込んでいく。で、それを税金から、要は僕らが払ってる税金ですよね。例えば増税するっていう案も出てますけど、この状況で募金までやってて増税までしたら、はっきり言って他の国民が冷やがっちゃいますよね。復興増税でしたっけ、今あの菅さんがやろうとしてるのが、復興増税と復興消費税でしたっけ、限定的な、なんかそんなアホみたいなことやられても困るんですけどみたいな、その何の根拠もない、だったらまず子ども手当とか全部止めて、そのお金を回してくれと。いや、とりあえずは、この手で止めずに増税も何もないですよ。で、自民党は基本的に連立公約で、それに賛成しなかったのは、もうとりあえず民主党のそのばらまき自体がおかしいってことはもう誰でもわかってるのに、それを継続しようとする、それをまあ、とりあえず全部中止にしてない、増やす分だけやめるみたいな、その中途半端なことやってるからいかんのだと思う、私は思いますけどね。あの民主党のマニフェストを根本的に見直すというよりも、白紙、とりあえず白紙にして、とりあえず復興に全部、じゃあ予算を全部ゼロから一緒に組み取りましょうっていうふうな話し合いだったら、谷脇さんだって、そんなもう一緒に連立を組まないって話じゃないと思うけど、自分たちの意見は投与しながら、とりあえず、自分の下で動かないみたいな話だったから、猫もそうだっつって。そうだね。同時代ですよね、猫が賛成って言ってるかもしれない。表現悪いかもしれないですけど、僕もこれ戦時って言っていいと思う。ああ、まあ確かに。そうですね。戦時ですよね、でもね。これだから、ある程度その次元立法にしても何にしても、とにかくその将来のビジョン的に、これぐらいの期間まではそういうちょっと特殊な環境なんやろうっていうのを、なんかこう、再現例みたいな感じでね、先にね、大枠作って示してあげて、で、そこまではちょっとみんなで苦しいけど頑張ろうっていうところの話を、先にちょっと上の方でまとめてもらわないと、国民の方がなんか情報よく知っててね、上の方がダラダラしてんの見て、なんやこれはって言ってる状況でしょ、今って。そうなんですよ。その通りです。そういうのになんでなってんのかっていうのが、本当なんか、優等生やったら優等生なりのね、その解決の仕方をもうちょっとできすぎくんみたいに、おぉみたいな、のび太が驚くような案をちょっと出してくれよって話なんですよ。いや、ただそれはやっぱりなんて言ってもその菅内閣、菅総理も含めてですけども、リーダーシップがないっていうか、だって政策自体だってもう、奇抜なことをやってくれそうな人がいないですよね。そう、ってか、民主党のマニフェスト自体だってもう穴だらけだったですから、財源がないのにどうやってやるのこれっていう話じゃないですか。もともとね、民主党自体が、なんていうんですかね、経験者あまりにも少なすぎた。で、結局、夢沢ごとでもって入って、でもって政権は握ったらいいが、1年ちょっとやってて、もう、行き着かなくなってた時にこの災害時代来て、でもって、どうしていいか分かってないって、基本的にね、一番ね、困惑してるのはね、トップだと思いますよ。あれが良くないんですよ。もうその時に腹をくくって、本当の意味でもって、じゃあ、とりあえず全部て、マニフェストにしても何にしても、はっきり言って、今、子供手当どのこうの、亡くなったら困る人もいるから、それはまあ、お金のない人に対しての、昔のね、児童手当みたいなのは、もちろん復活して全然構わないと思うんですけども、そういうのをやりながら、じゃあ実際に国民に対して、じゃあ実際どの程度の負荷がかかっているか、経済的な打撃がどの程度なのかっていうのをしっかり踏まえた上で、どこにどう予算を使っていかなきゃいけないかっていう方向性も何も示せない、その無能な部分はね、なんとかしてほしいですよね。で、結構ね、いいこと言ってる人はいっぱいいるんですよ、周りには。ところがね、
あの、内閣にいないんですよ。そう、いないんですよ。まとめ役ではリーダーシップは取れてないって、これだらけですよね。だから、菅さんが変なことを考えずに、わかんないんだ、わかんないでいい。その代わりもう、有識者に意見聞いて、パッとまとめて、これをやるってガンってもう、それが、裏とかで言えばリスクがやろうが、それは俺が責任取るぐらいでもってやるぐらいの人間じゃなかったら無理ですよ、どう考えたって。それで自分がもう総理にいたい、総理から辞めたくないみたいな、あんなことやってるような人間、もう絶対話にならん。どう考えても、うん、それと、うん、まあこれもちょっと話外れるかもしれませんけど、セカンドライフやってて、もう一つアリンさんも言ったんですけど、僕が感じたのは世界の関心も意外とこの地震に関して深いんだなって感じはしましたね。いやもう世界中の人はもうすごいですよ、うん、僕のところのチームではもう IM、うん、そう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 。あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、すみません。で、自分のところの寺や神社でもなんか、うちの岸本オーナーとかみんながこう、頑張れ日本の看板みたいなのを立てまくって、うん、神社やなんか寺の景観がおかしくなってるぐらい。そうそう、いろんなところ買い物に行くと、日本のオーナーじゃなくても、看板出てるんですよ。出てます。それはすごいですよ、うん。やっぱりなんかちょっと感動しちゃいますね。うん。あのね、あとはやっぱり昨日、うん。たまたまなんですけど、最近ちょっとハマってた番組がありましてね。ほうほう。NHK の世界ふれあいなんとか旅ってやつ。あ、はいはいはい。で、あれで、なんか、ヨーロッパの古い街とかね、その街歩きしていくわけですけど、向こうの方がね、なんかその、隣三軒両隣とか、なんか そんなね、感覚を持ってんすよね、なんか。公共に対してのその意識が高いっていうか。で、今回のその地震についても、すごいなんか、もうなんかの話で別の用事で話があっても、最後には絶対その話で日本頑張ってね、みたいなことをちゃんと言ってくれたりとか、なんか、僕たちにできることはないかいって逆に聞いてくれたりとか、セカンドライフの中でもするわけですよ。うん、で、そういうなんか、意識の高さっていうかもう、なんか、日本はその西洋化でその真似したはずやのに、なんか忘れてないかっていうね、僕さっき言ったどっちに転ぶかまだわからへんって言ってる部分もちょっと直結する部分なんですけど、うん、その辺がね、もうちょっと今回のこれは、いつものなんか、事件とかいうレベルじゃないよ、というところをね、やっぱりもうちょっと意識高めてほしいなとは思うんですけど。まあでも内閣がダメダメでもね、末端の人たちは動いて頑張ってて、昨日もテレビで見て、どこだったか、外国で、イギリスの人かななんかがやっぱり報道で取り上げてたのが、ぐちゃぐちゃに壊れた道路、もう本当に亀裂が入ってボコボコになった道路、もう今綺麗に治ってるんですよね。そういうのをいくつも取り上げてて、あれなんか自衛隊入る前に。それだけ日本の技術はすごいと。うん。そうやって頑張ってる人たちはいる。内閣はダメダメでもね、そういう機関は動いているわけで、あ、日本の復興はこれで、まあ、着々と私は進んでいるんだなと思ったんですけど、まあ、内閣は良くなくても、ああいう人たちは、なんか、まあ、いっぺんに集められてあちこちに行ってるみたいなんですけど、多分ね、日本の国内のそういうようなところっていうのは、私ね、内閣がダメでも、ローカルな部分は動けると思うんですよ。でも、国の方針として、やっぱり大きなお金を投入しなきゃできないことがいっぱいあるのと、対外国ですよね。例えばアメリカとか海外の日本の製品に対しての風評被害だとか、観光の被害だとかっていうのは、日本政府がしっかりしなければできないことってのは山ほどあって、それがやらずに、なんかそれこそ防災対策のおっさんみたいな形になって、なんかこう、ああでもない、これ実は忙しいんですよ、寝てないんですよ、そういう問題じゃないところのこと、何もやってないってところが問題なんですよ、私にはせれば。
あれ、なんか日本政府が英語で公式に発表するようになったの、ちょっと遅かったですよね、情報出すようになったのは。遅かったです。もう結局もう全然やってなかったですもん、日本語では発表してたんですけど、それを英語で出す人がいなかったんで、結局外国のメディアは日本の新聞記者とかの書いた記事を翻訳してとか、そんなんで情報はすぐ入ってこないっていうのがあって、まあまあ、後で、英語で出すようにはしてましたけど、ちょっともう少し早めにやったら遅いです。遅いです。で、外務省が逆に言うとそんなの最初に動かなきゃいけないのに、もうその対応、だから海外に対しての対応で、海外からの、呼びかけとか、その、に対して、で、外務省に、地方から依頼が来ないと出せないとかってバカなこと言わずに、どういうところから来てるっていうのは外務省だって各地方に対して、繋いでいかなきゃいけないのに、で、日本にいる外国人の、ケアだとかそういうものも含めて、やらなきゃいけないこと山ほどあるのに、気がだって動いてないんですよね、本当に。悲しいかな。そんなんがあったから外国人が日本から一気に引き上げたりとか最初起こったんでしょうね、きっと。全くその通りです。もう、信用なくしてますよ。優先権みたいな感じで、まあ3つぐらい決済を降りなきゃいけないところを1つにするとかね、そういうふうに決めないと遅くなるだけですよね。そうなんです。決めてなかったからできない。じゃあやっぱり、今回はちょっとダメなんでしょうね。で、そこでリーダーシップをやって、そうやるぞって、ポンって、で、しかもその、トップがね、原子力が、これは国策だから、なんとか守らなきゃいけないって、安全だ安全だって、バカみたいなことを繰り返すんではなくて、もっと他に考えなきゃいけないことがいっぱいあったりとか、自分のね、外国人からもらったお金を返すとか、そんなことをやってる暇なくて、実はもっとやるべきことはたくさんあったと思うんですよね。だからそれがもう後手後手に回ってるし、まだはっきり言って、復興の方向性も全体としての方向性とか、産業界に対しての、打撃に対してどういうふうな形で持って、お金を払うだけじゃないんですよ。いろいろなね、政策的な援助とかっていうのもあるし、例えば、なんだろう、法案的なものでもって、復興支援に対して、じゃあ、ある程度の優遇処置、例えば高速道路にしたって何にしたって、例えば復興支援に対しては少し、優遇するとかっていうようなことも含めて、まあ、そういうのを各大臣って各省からガーッと上げさせて、それをいっぺんにガーッと統括して、で、こういうようなもう方策、瞬時にしなきゃいけないもの、後からやってもできるようなものをバーッと整理して、で、それをもう国民にバーッと打ち立てるぐらいのね、行動力がなかったらダメですよ。もう1ヶ月も経って何も出てこないの。もう、はっきり。そうですよね。多岐にその渡るのはもちろん今回の件では当然なんで。そうなんですよ。まとめて、自分で把握して、それから決めましょうじゃなくて、ある程度その、決定権をね、各所の方っていうかに巻いといて、でそこからもう羅列でいいから上げさせて、で関係のある情報をその必要としてる人らが見れるようにするっていうシステムを、なんで作っとかなかったんだろうって思うね。いやー、もうそんなのはね、普通常識だと思って、力管理マニュアルにそんなの当然仕掛けるべきものなのにないってこと自体があるのかもしれないですけど、やってないんですよ、もしあるとすれば。でもって、6月までに政策を出てて、あれってはっきり言って責任逃れなんですよ。有識者を呼んで、有識者から言われて、やれば自分が責任取らなくていいっていうふうに考えてるんじゃないかなって。じゃあお前は何しなきゃいけないって意見がないのかって本当に聞きたくなるぐらい。なんか有識者の委員会もできてましたよね。うん、できてました。だけど結局6月ぐらいまでにこう議論してて、そんな暇ないよって。その間にどれだけの人がこう、なんだろう、路頭に迷う寸前までの生活をしているかってことを考えなきゃいけないし、農業の方はね、そう。自殺されてる方もなんかもう出てるみたいですよ。いや、本当にそうですよ。もうだってもう、先が見えないんですもん。だから、何が必要かって、まず、フューチャープランなんですよ。まず何をする、どういう方向で復興するっていうのをもう国が打ち立てて、で、そっちでもって何が必要かっていうのをバーって各所に振ってやらなきゃいけないのに、もう自分のさ、足元ばっかし見てるような人だから、もうどうしようもないですね、私のせりゃ。今はっきり言って、もう少し各省のその官僚さんがもうちょっと気張ってもらって、そうなんですよ。上に上げんでももうこれぐらいのことはもうやりますって逆に言ってるでしょ、各省から。実際にあれがあったじゃないですか、何でしたっけ、NHK の、ユーストリームで放送してたの。あれ知ってます？
もともと中学生がやってたんですよね。中学生がなんか初めて。初めて。そうなんですよ。中学生が、ちゃんと公式で放送したんですよね。そうです。で、その経緯があって、一番最初に中学生がやったときに、やっぱりツイッターとかでもって、勝手に流していいのかどうかって、やっぱ賛否両論飛んだんですよ。その時に NHKPR っていうツイッターのアカウントの人が、自分の自己責任でもって、これを許可しますって言っちゃったんですよ、もう。実は。だから、上の許可が下りる前にそれを許可したんですね。で、その後、5時間半か6時間ぐらいして、NHK が、ユーストリームの放送を始めたんですけど、ニコニコ動画と両方に。だけど、結局、テレビが見えない人がいる。停電でもって、でもって、やっぱりユーストとかで流せば、スマートフォンでも見れるし、ま、ネットでも見れるし、いろいろなところで見れる、その情報が、より多くのところに行き渡るということを考えた場合に、決断をその人が、どれだけ偉い人が、普通の人が知らないんですけども、NHK の人がそれを言ったってことはすごく大きくて、だそういうのが必要な時期にですね、なんかこう、ぐでぐでやって、6月までなんていうのを聞かれると、もうなんだこいつらと。政府内にそれがいないのがもう、そうなんです。放送した中学生の子、あれですね、今度は総裁にしたいですよね。そう。子供大臣でいいじゃないですか、もう。子供大臣でよくやったと。表彰してあげたいよ、本当にね。いや、だから逆に言ったらね、その放送を、放送局っていうのはね、放送をネットで流しちゃったら、スポンサーもつかないし、売り上げも上がらないしで、NHK なんか別にさ、みんながお金取ってやってんだからいいじゃんとか思うんだけど、他の各局、一緒にやらなきゃいけないっていうのは、いろいろな放送法とかあって、要するに NHK だけやっちゃうと、他ができないからずるいってことになるわけですよ。国民がお金取ってて。朝日やってましたよね。朝日でしたよね。あ、やってました。TBS です。TBS ですね。TBS やってましたね。はい。なので、基本的に民放だってもうすでにやってるんですよ。で、こう、有事である、要するにさっきも言いましたけど、こう、非常時なんですよ。それをね、普通の一般の常識とか、一般でお金を儲けなきゃいけないって企業理念のもとに判断でもってやるやらないではなくて、実際今多くの人たちにとってどうやったら情報が届くか、どうしなきゃいけないかっていうのを、もっと心の、なんか自分の持ってるこう、なんだろう、意識で思ってこう、判断してほしいですよね。そんなもう、法律がどうのこうのとかっていうレベルだけじゃなくて。それこそ、あれですよね。そう、有事の時は簡素化するっていうふうに、ね。うん。できてないのかなって言われるかもしんないけど、勢いのある若い子に言うてもうた方がいいかもしんないね。いやー、そうですね、思いますね。まあ、ちょうど放送出てきたんでね、一個、失礼。どうぞどうぞ。上の人がそれを聞いて、わかった、それで動くわっていう風にした方が、なんかうまいこと回るような気してきたね。ああ、言えてますね。でも若い子はもういろいろ提案をして、でもってその人たち、じゃあお前ちょっとやってみろってやらせて、いろいろ、その方がいいかもしれないですね、本当にね。うん。なんかみんなも協力する気になるんじゃない？まあ、この被災地の話でちょっとまあ飛んじゃうんですけど、放送の件に関してなんですけど、実はこの今回の震災で地デジが見れなくなったという問題が起きまして、はっきり言ってこれで地デジにしちゃったら、結局間違いなく見ないそのテレビ変えるわけねえじゃないかと、壊れてるっていう。でそれでも強行するんかなと思って、ちょっと今それを思ってね、どうするの？いろんなところに被災地は延長する。電気会社が寄付するんじゃない？寄付しないかな。被災地は延期になりましたね。アナログ放送はとりあえず。被災地だけが延期になったのかな？そうですね。アナログで地デジ化でアナログ中断は延期になりましたね。3件ぐらいだったと思うんですよ、確か。デジタル中断を配布するとか、テレビを配布するとか。テレビ配布はない、ね。間に合わせようとしない方がいいですね。延期っていうふうに決めた方が多分正しいね。かもしれないですけど。っていうか、まあ、本当、すいません。いえいえ。本当になんか政策がないにも、後手後手というよりも、政策がないので、今。ないですね。はっきり言って、僕が被災地だったら、まずどうやってテレビ見てて思うのは、新聞読んでても多分みんなが思ってるのは、じゃどうなるんだろうって。多分一番心配してるのはどうなるんだろうですよね。そうですね。これからどうなっていくんだろう。僕たちの街はどうやって再建されていくんだろう。
だって家もなく、から手つけていい仕事もなく、どうすればいいだろうだよね。本当に。あの、今何ができないかって言ったら、その、仮設住宅が足りないですよね。なぜ足りないの？それで予算もない。予算もないし。仮設住宅の個数でもって予算を聞いたら、1個あたり700万買うらしいですよ。仮設住宅。そんなにお金かかるんですかね。よくわかんないけど。1個じゃないですか。いや、1軒あたりなんか、あの、今、それが仮設住宅のパーツが、あの、あそこら辺で作って、あの、コンパネをあそこら辺で作ってるらしくて。そう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 。で、コンパネがないと、ね、日本に。作れないのよ、もう。材料もなくて。だから足りない、断熱材10点しないといけないですからね。あれ、あれの中に。寒いですからね、向こうはね。地域的に、冬、どんなね、1年や2年なら、多分、2年ぐらい住むと考えたときに。で、しかも、その、それ以外の、あの、地方自治体でも今、受け入れてるじゃないですか。例えば、半年間っていう期限を区切って、無料でいいですよってなってるけど、その間に就職見つかるのかと。はっきり言って、前、就職なん言いましたけど、今回のことで、あの、まあ、ご存知のように、トヨタも、北米でも止めてるけど、国内でも創業が止まると。日産もやってるけど、止まると。部品がないから、ね。で、ホンダも止まると。その時に主要メーカーが止まったら、当然派遣は切りますよね。ただ、切りますね。どうなるの？またいっぱい出てきますね。どうなるの？何に基づいた措置が、その期限がそれだったと思うんですけどね。でも、だから、震災復興で、どこかに発注して頑張って作ってもらってるとかないんでしょうかね。いや、一応ね、そう、資材は今頑張って、4月の月末ぐらいにはどうにか通常量には戻るんだけど、通常量に戻っても今必要とされてるんだから、通常よりも量が多いわけじゃない。だから、あの、もっとどうにかなるんだろう。で、それプラス、日本国、いろんなところで今ね、新築の家とか建ててる人たちもいるわけですよね。そういう人たちはずっと雨風にさらされた状態で今、資材が届くのを待ってる状態なわけよね。そうなった時に、それもそれで、その新築の家がまた使えなくなったと思ったら、経済的にもダメージを受ける。仕事もないと。要は、大工さんたちも止まってしまうってことなんだよね、そこの。仕事がなくなっちゃうってこと。これが何よりも、だから、経済的損失が起きてしまうと、その、今僕らここでセカンドライフに入れるのも、要は、ネットが繋がってて、そのネット料金っていうものを払ってて、ね、パソコンの電気代を払えるっていう環境があるから今こうやって中に入れてるけど、これがなくなったって、要は自分たちが電気代もパソコンの利用料も払えないって考えに陥る可能性があるっていうことが今怖いのかな。要は今何よりもそのことを政府が一番最初に動いてくれなかったら、僕らの仕事がなくなるってことですからね。そうね。多分、これは被災地だけじゃなくて、僕ら全体、日本国全体ですよ、これ。ただ、今本当に政府をどうにかしなければ、自分らの仕事がなくなる。明日食うご飯がない。明日食う、飲む水がないっていう。明日うんこする場所がなくなるってことなんですかね。水が流れないから。ということまで起きうるってことですからね。いや、もうそれはもう本当に、可能性、今、日本企業でそうでなくても、もう結構ね、行き詰まってましたから、もともと。でもって、まあ、一生懸命、頑張ってるけども、一部切り捨てされてた、小さな製造業さんたちなんかの、はもうすでにそういう状態になってましたからね、いっぱい。で、あと、派遣の人たちも、もうすでに、かなり多くの派遣の人たちっていうのはそういう状況になってて、そういうのはすでに溢れていたにいて、大学の卒業生の、新人の、雇用率が 70% 以下というような感じでもって、大学卒業しても雇用はなかったっていう時代がもう来てたにもかかわらず、もっとそれがさらに悪くなるわけですから、これはそんなね、なんで自分の生活だけなんとかなればいいやなんていう考えてるようなことで、なんとかなるような世界じゃなくなるってことをちょっと、で、治安が悪くなれば、自分は平気だって言っても、いつ何が起きるか分かんないような、今度逆に言ったら社会不安にまで繋がってきますからね。すごい危険性たくさんありますよね。うん。で、その中で、例えば今新卒が今完全に、まあ東北地方だけじゃなくて、いろんなところで自宅待機中らしいんですよね。そう、知ってます。聞きました。かわいそうに。うん、仕事がないから自宅で待機。要はその分給料は減らされた状態ですよ。うん、これは、そころだけじゃなくて、例えば IT 系、要は花形と言われた IT 系でも、要は契約停電がいつ起きるかわかんないので、サーバー止めちゃうと。
まあ、サーバー置いてるところが悪いんだけど、それが、そういうところに。で、サーバーが止まっちゃう。で、サーバー止まっちゃったら仕事もなんもねえじゃねえかよってことで、IT 系も、まあ、ダメージ受けてますよね、当然ながら。で、それ以外の、まあ、一番最初に今回の震災で倒産した会社は、イベントの計画会社、福岡県にあるイベントの、あの、コンサートとかをやるイベントのところが潰れて、で、どこだったかな、あの、ペニシリンとかのライブがなくなったので、負債を抱えて、倒産しますってことで、一番最初に倒産したんですよ、確か。ニュースになってたんで、覚えてるんですけど。ね、やっぱり東京方面でも計画停電ってね、そのちっちゃな工場なんか潰れてるでしょ。潰れてます、潰れてます。あの、もうかなりの数ですよ。ですよね。それだって、うん、ただ、じゃあこれから銀行がお金を貸してくれるかっていう話になった時に、銀行は貸さないんだよね。こういう、例えば、被災地の人たちには、特別優遇、要は国が保証するという形で資金を貸すってことが、被災地にはあっても、それ以外のところに国がそこまで保証はできないんだよね。逆に被災地じゃない人の方が大変な。うん、まあ、多分それは、あの、あれじゃないですかね。つなぎ融資はさせるようにするんじゃないですかね。リーマンショックの時があったような法律で。ん？あ、その東京とか、リーマンショックの時に、その中小企業に対して、その、つなぎ融資を認めるように銀行に一応出したのがあったんで、うん、それと同じようなのがまた出てくるんじゃないかなとは、ね。つなぎ融資でもってカバーできればいいですけど、カバーできるかどうかわからないですし。まあ、その借り換えをその拒否されることが一番怖いんで。まあ、確かに。そうですね。そうですね。それを。まあ、確かにセカンドライフ内の話もなってますけど、うん、まあ、システムのエラーみたいなのもいろんなところで起きてますよね。セカンドライフリンデンさんも、この間、あの、リンデンドル買おうとして、例えば、日本円で1000円分買ったと思ったら10万円の請求が来たとか、いろいろ、そういう話が今起きてますけれども、うん、同じようなことが、まあ、日本国民では、みずほのバカも、ね、みずほのバカでやりましたね。みずほ銀行。うん、みずほさんもね、大問題。で、この間、ゆうちょ銀行止まりましたよね、ATM。はいはいはい。止まってましたね。で、同じようなことが、まあ、日本、小さな、うん、あの、小さな会社にとって、あの、振り込みが入らないっていうのは、これ死活問題ですからね、特に自治体の総合やってるところは。だからね、うん、あれでもね、あの、本当に訴訟につながると思いますよ、あれ。本当に。みずほのあれだって。給料が入んなかったらどうします？給料入らなかったのも結構あったみたいですね。ああ、ありましたもんね。いや、みずほじゃなくて。いや、うちもあの、東京三菱なんですけど、よかった三菱じゃなくて、本当でした。その時は不当たりの扱いとかないと思いますけど、でも大変ですよね。僕はですね、実はちょっとトラブルに巻き込まれたたちの方で、みずほ銀行から僕の口座に振り込みがある予定だったんですよ、お客さんから。ただ、はい、見事に止まってまして、ネットで送ったんですけど言われても、届かないなぁと思って、持ってたら、みずほが止まってってって、結局ね、1週間ぐらい待ちましたからね、来るまでに。もうちゃんと来たんですか、ちゃんと。来ました、来ました。相当遅れてましたね、そしたら。怖いなぁ。金曜日に止まったって言って、月曜日には治るだろうと思ったら、月曜日も止まって、結局その次の週の月曜日に来たんです。1週間、丸々来なかったんですよ。すごいですね、それね。全部手動でやってたんでしょ、あれ。手動で、あの、確認したのを一個ずつ入金した。大変やろって、何十万件ってあって。10万件それが。結構なんかミスも多かったみたいですね、なんか。でしょうね。新聞に書いてたけど、前にもよう似たようなことやってしもてて、それを直してな、直したんだけど、うん。現状復帰してしまった。そういう事故が起こった時に別のルートを使って、ちゃんとすぐ復旧できるようなルートを作るってことをしてなかったっていうのが一番問題みたいね。なるほどね。っていうか、あ、でも銀行であれはちょっとね、ありえないですよ。あの、しかもメガバンクじゃないですか、一応。日本が世界に誇る一つ。みずほいろいろくっついたからシステムがまだちゃんときれいに統合できてないのかもしれないですね。まあ、ありますね。木の肉が別にくっついたんで。まあでも。本当はやらないといけないんでしょうけど。で、僕の方にちょっと扱う、まあ、仕事的に考えたときに、逆に今この状況でさらに厳しいのが消費者金融さんも厳しいらしいんですよ。日本全国。あ、もう言ったら、これは潰れませんでしたよ、どっか。竹内はもともと潰れてたんですけど、あ、そうか。それ以外、それ以外のあの、銀行がメインバンクの、あの、例えば、うん、まあ、某、
プロとか、そういう。ピーピーで始まるところ。聞いてる人全員わかります。そういう、まあ、基本、今日の、例えば、まあ、ね、東京三菱 UFJ 銀行さんバックに言っとったら、東京、あと一個なんてなっちゃったっけ、あの、三菱、なんとか、あと一個なんて。UFJ。三井住友か、三井住友とあと、三井住友が持ってる、あの、消費者金融券ありますけれども、そちらも、はっきり言ったら、被災地の人たちが払えるわけねえじゃんって、こんな状態で金を。そうですね。返せるわけないじゃんと。でも、正直、あの、返さなかったら返さなかったで、これ、一応その分ずーっと利息はつくんですよね。実は。一応止めてやれよ、被災地は。延期は支払い延期にはなってるけど。その裁判するってことなのかな。いや、一応、その、待つは待つだろうし、催促とかはないとは思うけれども、で、それプラス、ほとんどの人は結構亡くなってたりするわけよね、今回の震災。ああ、まあ確かに、そうか。とか経済的に返せなくなる、自己破産しなきゃいけなくなるっていう人も当然出てくるわけで、そうなった時に、金融機関が受けるダメージっていうのも、とてつもなく大きいと。で、いや、大きいと思いますよ。その金融機関に、今政府は金を出して、債券、例えば地元の銀行に対して金出してから債券してくれと。でも、その地元の銀行が金出せるわけないじゃんって、この状況でって、その、どんなに金抱え取っても、借金、要は不良債権になっちゃうってことが当たり、ね、例えば土地担保に押さえ取ってたところが流されちゃって、そのご主人さんも亡くなってしまってっていう。まあ、生命保険で帰ってくるっていう銀行もあるかもしれないけど、でもそれはほとんどないと考えてる。てるみたいですね。で、まあ、何よりも、その、千葉の銀行とかだったら、あれですよね、やっぱりその津波で流されたとことかなんかは、その会社もなくなっちゃってるから、住んでる人も、家がなくなってるから、その銀行にお金があっても、貸し先がこれから見つかるかどうかがわかんないですね、やっぱり。ですよね。もう一個の心配が、その、保険会社ですよね。保険会社は、地震が起きて何日か後に、全保険会社が集まって、今回の震災に関して特約を使わないと。特約で普通だったら、これだけのことが起きたら、もうさすがに払えませんっていうことは言えたわけじゃないですか、保険屋さんは。うん、もうそれを、使わずに全額保証出しますって。だから連絡くださいって今、CM やってると思うんですけど。うん、でも、そんなことやったら保険会社潰れちゃいますよね。どうかな。保険会社、再保険かけてるから大丈夫みたいですね。大きいところは。再保険かけてても大丈夫なんです。スイスの方に。責任限度額超えたっていうかなんか、超えたら払ってくれる。震災の時、スイスの方に再保険かけてるところが結構多いと思いますので。もうその、そこが大丈夫。大丈夫だったんだ。再保険会社の方は多分、財務悪化するんでしょうけど、それは多分外国の会社にかけてるんで、日本の保険会社はとりあえずはみたいな。いや、多分外国のでかいその保険会社は、なるほどあるから大丈夫や。そう信じよう。信じないことやばい。こういう時は海外資本のすごいところのにもう頼らんとダメ。うん、保険会社の場合、保険会社のさらに保険会社っていうのがありますから。うん、ただ、本当にそう考えると、すごいなんかこう不安になること、でから、このままで、この国のこの無策のおかげでね、もう、要は被災してない人たちも被災したのと同じぐらいの経済ダメージを受けるんじゃないのかなと。だって、半年後に。受けてますよ、受けてます。今よりももっとひどくなると思うんですよね、経済的には。間違いなく増税をされると僕の予想はしてるんですよね。あれなんですけど、うん、僕自身、被災はしてないですけど、完全戦闘モードなんですけど。いやそう、それは正しいと思いますよ。私も同じですね。うん。うん、ちょっと、なんていうかな。ほんま、なんか、国じゃないだけで相手が。戦争でしょ、これ。ほんまに。もこんな時にもしテポドン飛んできたらどうするんだよって、まぁちょっと非常識な発言ですけど。あり得ますから、ね、あそこのなんか国もなんか、二つの国両方がなんか、竹島は俺らのもんやでって、どっちも言い出したけど、ね、何をやってんねんって話で。で、何、日本の教科書に竹島は日本固有の領土って書いてあったことで、韓国人さんが怒ってましたね。今、そんなことをいちいち言わんといてくれと、本当に。で、それでなんか義援金を韓国の義援金には渡さないとかなんか書いてたけど、いや、関係ないやろって。で、でも韓国はそれでも日本に対してお金を送るみたいな感じもあったし、台湾にしても。なんで外国の人がさ、日本の教科書をいちいち見るわけ、渡すの
渡すの誰かがこっそり見せてる人がいるんですよ。言う人がいる、言うてる人がいるのかな。作るの誰かが。で、チクッとは韓国の方々ってこっちほら、あの、ジャーナリストの何でも結構いるから、韓国系の人たくさんいるから、そういう人たちはやっぱりそういうの、あの、靖国に誰が行ったとかね、あの、そういうの全部調べて、それでもって、やっぱりその、あの、やっぱメディアとして興味のあるところはやっぱり韓国に流れていくわけですよ、それは当然のように。うん。韓国の仮想敵国が日本になってたりとかもあるでしょうね。北朝鮮の方ではなく。全くないよね、私たちね。いやでもね、日本も日本でもそれ調べてるジャーナリストはちゃんといると思いますよ。あんな、聞いた人はいるんで。聞いたことないけどな。うん。うん、でも、今、うん、日本が例えば ODA を今払ってる側じゃないですか。渡してる側ですよね、うん、ODA。うん、でも、うん、このままいくと本当に日本が ODA を受ける側になりそうな気がして。いやー、可能性ありますよね。とりあえずは減額とか言ってましたよね。うん、いや、あの、払ういや、あの、ちょっとこれね、あの、そのままの状態で予算は通ってるんで、ったんですかね。うん。あの、一つね、なんかね、海外の方の、アメリカの方のサイトなんですけども、あの、ちょっと新聞にも載ってたんですけども、うん、あの、義援金をまあ、今回の震災でもってあちこちで集めてると。で、それに対してですけども、うん、あの、あんな裕福な国にお金を送る必要ないよっていうような社説が出てたことがあったんですよ。あの、どこの新聞だか忘れましたけど。いや、だからね、非常識なやつだなと思ったんですけど、やっぱそういう意味では見方も、要するに GNP は世界でもって何番目でもって、あんなところよりもアフリカの子供の方がみんなね、あの苦しい生活をしてるんだ。あの国は恵まれすぎてんだから、そんなね、あの、現金なんか送る必要ないみたいなことを言う人もいたんですよ、実際。それは、あの、アメリカでそういう記事出てましたね。で、見て、ちょっとムカッときましたけども、そういうところ、言うてるところには、もう津波の映像をちょっと、束にして送ってやればいいです。あ、でもね、いいっすね。あの、そのチャージが言ってるのも分からんの。例えば、アフリカの子供とまあ比べるのもいかがなものかと思うけど、例えば、この後に及んで好き嫌いを言う人もいるわけじゃないですか。例えば、私はそんなもの食べないとか。なんか、まあ、それもいかがなものかなとは思うんですよね。ただ、少なくとも、その、人間が人間らしく行う生活みたいなのがあったと考えたときに、確かに日本は恵まれてると思うんですよね。あの、布団がある。家がある。まあ、確かに。で、隙間風は入ってこない。あの、暖かいテレビある。飲み物は缶でも何でも飲める。いつでも飲みたいときに水は飲めるって。それが、でも、考えたら江戸時代の時とか日本はそれすらできなかったわけですよね。それが今日本の今までのこの努力のおかげでこうなってきてて、でも完全に覆されたわけですよね。完全にさっき哲野さんが言われたように戦後の状態、まあ、金融資が起きてて、でもじゃあ今それを逆に世界からしたら日本はそのあの時と同じ状態を戻すために融資を助けてくれているのか、そうでなくて、せめてこの住む家とか、被災地の人たちの命を守るために助けてくれているのかなっていう。うん。いや、おっしゃるとおりの話ですよね、やっぱり、うん。で、またね、その、例えば、その、いろんな、やっぱり、その、一生懸命、やってくれてるさ、子供たちとかやってたりなんかするわけですよね。お金集めたりとか、なんだかんだ、あの、学校で。で、やっぱそういうのに対してもそういうようなことを言ってる人がいるっていうところ自体が、ちょっとそれは違うだろうなっていうのはもう本当に私も同感で思ってますし、やっぱりね、でも必ずそういう人は必ずいるんですよ。で、世の中いろんな人がいるんで、一概には言えないんだけども、ただ、少なくても、今、日本の置かれる状態を考えた場合に、のんびりはしていられないっていうことに関しては、もうちょっと共通認識を持ちたいなっていうのは、すごくありますね。うん、だから、その、贅沢し尽くしてたね、その地震直前のね、状態に戻りたいって言ってんじゃないんですよ。うん、そう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 。だから、もう少し質の生活でもいいんだよ。覚悟を決めて、まあ、70% やったら 70% のところに落ち込まなあかんのはもう確実で、その覚悟がやっぱりあるのとないのとで、人への頼み方もやっぱり違ってくるやろうしね。それには絶対なりますよ。7割、6割のその生活になってしまうっていう。うん、もう、怒ってしもてるからね。しゃあない。そうだと思う。うん。でもって、やっぱりその、うん、日本のね、国内で内需でもって、やっぱりその、
もちろん、なんだろう、萎縮しちゃいけないし、自粛でもって、産業界が、死んじゃうから、みんなでもって、いろいろな面でもって、お金使いましょうっていうのを、まあ、悪いとは言わないですけど、でも、中でもってぐるぐる回っても、実はしょうがなくて、やっぱ海外に売るものをどんどん、やっぱり生産していかないと、日本の国は資源がないので、中だけでぐるぐる回っても、基本的に何も生まれなければ、やっぱ衰退していっちゃうんで、どっちにしても。その辺は海外からやっぱり外貨を元取れるようなやっぱそういうような面でもの産業要するに実際の製造業も含めてそうでしたけどももう少しそのコンテンツ産業生産業の中にもやっぱり力を入れててそれを海外にもちゃんと売り出していくまたアップみたいにフレームワークを作ってほしいなっていうのを今回実は書いたんですけどもやっぱりうん。これからは、ファントムっていう、実は、ちょっと書いた記事で、PHA の N の、TOM でファントムっていうのを、現役フレームワークっていうのを私ちょっと提唱してて、で、P っていうのはパーソナルですね。で、H っていうのはホーム。はい、A っていうのはオートモービルでもって、その、PHA っていうのは、それは3つは、プライベートなネットワーク。で、N っていうのはネットワークインフラでもって、ファンで、で、TOM はトランスポーテーション、交通ですね。O はオフィス。で、M はメトロポリタンでもって、パブリックな、ネットワーク。それを繋いだフレームワークを日本でもって、ちょっと構築をしながら、それを海外に売っていくような、そんなようなね、構想っていうか、そういうような発展をしなきゃいけないねっていう話をちょっと書いたんですけども、やっぱりその、今、アップルが成功しているのは、まあ、ほんの一部の、スマートフォンと PDA。で、日本は家電とかそういうの強い。で、Google は今、Android を使って、テレビとかそういうのに、こう、いろいろ浸透しようとしている。でも、カーナリングは今度かかってくるわけですよ。で、車のネットワークとか、そういうものに関しては、CPU はトロンを使って、日本はもう、今、どの車がどこを走ってるか出て、高級車全部トレースできるようなシステムに、日本ネットワーク構築してますから、GPS も連動して、で、そういうのを全部繋いだ、要するに、パーソナルな携帯とかそういうもの、あと家の家電ですね。テレビは何か。で、車の、カーナビをベースにした車の車載の CPU。それのネットワークの連動。で、それからさらに外に出ていって、トランスポーテーション。電車だとか、バスだとか、そういうトラフィックの情報と、あとは、オフィスでもっての、要するに仕事でもってのネットワーク。グループウェアとかのネットワークと、あと、メトロポリタンって言って都市計画ですね。都市のエネルギーも含みますけども、都市計画のネットワーク。そういうものをすべて含んだフレームワークをもう日本からこうもう出したいと。私は個人的にはトロン OS が好きなんで、東京大学の坂村教授が80年代からわがわが言ってたプロジェクトなんですけども、ね、ご存知のことだと思うんですけど、家電から、コンピューターまで全部同じ OS で持って、統一して、同じ規格で作ろうっていうような構想で。でも今実際に今言われてるフィーチャーフォンっていうやつの OS は、半分がトロンなんですよ。で、電気とか、家電なんかに入ってる、小さな、マイクロトロンっていうのがあるんですが、そういうのなんかでも、世界中で一番多く、マイクロソフトの OS よりも多く使われてる OS なんですよ、実は。はい。トロン OS ですね。トロン OS。トロン OS は、もともとはもう Windows よりもね、先に行ったんですけれども、なんでしたっけ、アメリカかなんかからドッキンかなんか言われて。そう、80年代後半の、そう、貿易摩擦でもって、うん、でもって日本そんなにね、貿易減らせって、いや、日本は貿易しないと生きていけないんだ。じゃあ代わりに何か、しろって言った時に、アメリカが言ってきたのが、トロン OS のプロジェクトを中止しろって言って、圧力、アメリカの圧力、まあ、マイクロソフトですけども、言っちゃう。けど、アメリカがもうその時期に、情報産業に乗り換えるっていう戦略をもう90年代からもう始めてたので、その前衛として日本のその OS を潰そうっていうふうな形だったんですよね、実は。ですね。あれは本当に、ね。ここでですね、まあ、残り、放映時間10分となりましたけど、アリンさんの方が、まあ、はい、ちょっと落ちちゃうということですので、アリンさん、お疲れ様でございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。
お疲れ様です。お先に、はい、お先に失礼します。はい、おやすみなさい。皆さん頑張ってください。はい、もう私もそうそう。今からお寺や神社でも遊びに来てください。はい、わかりました。行きます。はい、失礼します。まあ、でも、クローン OS はまあ、あれはね、うん、あれがあったら本当に Windows、今のパソコンは違ったんじゃないのかなと思いますけど。いや、で、しかもすごいんですよ。その当時から 32bit でも文字コードを作って、トンパモニバでサポートしてるんですよ。うん、ちゃんとコンピューターで持って、今の UTF-8 みたいな中途半端なものではなくて、昔聞いたことあるんですけど、Windows っていう名前に似てた、なんか、窓とかいうやつですか、ひょっとして。いや、窓っていうよりもですね、超漢字っていう、ちょっとダサい名前がついてます。超漢字でしたね。そうでしたね。日本語の漢字。最初なんだろうと思いましたよ。あれ、OS なのか何なのかっていうの。OS、ビートルズとか、OS 系なので、超漢字っていう、なんだかよくわかんない。まあ、あの時には国からも予算が出てましたし、小さな、なんていうんですかね、仕様はね、全部オープンだったんですよ。で、オープンソースではないんですけども、各企業がその仕様に合わせて作ればつながるという、そういうような、コンセプトでもってやられてたので、仕様が公開されてたっていう、無料で誰でも使えるみたいな感じだったんですけども、なので、その時私も感動してアメリカにいながら、アメリカすごいすごいって言ってるけど、アメリカってASCIIしか使えなかったですから、その当時。私がアメリカ行った時のコンピューターっていうのは。いや、なんで遅れてるんだろう。そうですね。ちょっといい感じや。いいかも。いいをつけてね。エレクトロン。ああ、超ええ感じに。超ええ感じにしてみたらどうですか。こう、みんなで、でもね、本当に思ってアンドロイドの、今 OS、まあ、いわゆる言ってますけど、コアは Linux の、リアルタイム Linux っていうのをベースに、うん、その上に、こう、アプリケーションレイヤーって載せてるんですけど、トロンの上に同じようなレイヤーを載せたら、実は、可能なんですよ。だから、トロンの上ではアンドロイドの、OS 動かして、でもってやれば、実は結構スムーズに家電とも連動できるようになっちゃうんですよ。SL の、その、うん、モバイルオンも、アンドロイド確かもう出てますよね。あ、で、あ、もう出てるんでしたっけ？なんか、ログインできるやつ、ああ、そう。あ、丸だけ。もう出てますよ、au でアンドロイドね。出てますよね。出てます。まだ中に入って、中覗き回ることはできないけども、中に入ってチャットとか、なんかできるんですよね。うんもうでもそれ別に普通の携帯でもやる方法ありますよ。そうですね。できるんですか。褒めてを使って。できるのは iPhone 用もありますね、アプリが。ただ絵が見えないっていうので。そう、絵が見えない。レンダリングにどうしても3次元のレンダリングなんで CPU 使うんで GPU の携帯じゃないとなかなかっていうところが。ね、GPU は。うん。で、昔3。SUN ですね。昔サンっていう、はい、会社がやってた携帯で入れるセカンドライフのやつの場合にはサーバー上でレンダリングをして動画にして携帯に送ってたんですね。出力だけだ。なうん、そうなんだから基本的に一人一枚 GPU が必要というすごい負荷がかかる100台のパソコンがないと。いやでもそのサンの形式を載せたら、うん、別に Android やったら採算取れそうな気がするんだけど。まあ、多分、再三問うと、っていうか、時間の問題だと私も思いますよ。うん、なので、セカンドライフは仮想せ、で、私、多分ね、セカンド、アンドロイドの時には、実はこれ AR と一緒になると思ってるんですよ。どういうことかっていうと、要するに、かざすと、向こう側に、例えば、たけしさんのアバターとか、いろんな人のアバターが見えて、こう、動かすと、こう、中にいかにもいるように見えると。そこで話をするとかね。ボイスチャットで。だ電話でやってんだけど。だこの、MK の、ほんまの建物作らんとダメだよ。そう。で、こう見ると、もう本当に、その建物とかそういうものが、いかにもそこにあるように、リアルとこう、ブレンディングして見えたりとかっていうような感じの技術はもう、技術的には CPU 自体が速くなれば可能なので、なのでそういうふうな形でもって、セカンドライフっていう、この中に入るっていう感覚とは別に、リアルとブレンディングした形でもって多分進化を遂げるだろうなっていうのは実は想像してるんですね。私の頭の中では。頭の中だけなんですけど。そういう点使いできると面白いですね。うん面白いですよね。なんていうかな、実装できるような。なんかメガネかけて。うん。そうそう。
あの、都市計画を、そうなんですよ。今回、うん、申し訳ないですけど、いろいろ流されてしまったところとかで、そう。道路から何からね、全部作り直すと。盛り込んでいくっていう、うん、あの、昔僕、基本的にこれちょっと不謹慎かもしれないですけど、はいはい。昔のね、その未来都市のイメージとか、ね、うん。うん。ああ、いいですね。エアカーとかあったじゃないですか。はいはい、ありましたよね。そうだと僕も。土の中を飛んでる車とかね。うん。あんなあったけど、僕、この時から無理やって思ったんですよ。ああ。なんでかっていうと、いや、道路、今の道路どうすんの？ああ、なるほど、なるほど。通らなきゃいけないから。今の道路、飛んのって話で、そこの上に作んのとか、いろいろ話、ちょっと、子供ながらに考えてしもて、無理なんじゃないのとか思ってたんですけど、いや、もう、やるんやったら、もうそれこそ、また世界がちょっと、度肝抜くようなことを、うん、今回被災されたところとかで、やってほしいんですけど。いや、もう、だからもう、リニアモーターカーの、三陸海岸ガーッと発車するしかないんですよ、もう。もうそのぐらいの筒の中でも何でも。あの、実はですね、あの、今、あの、うちの研究チームのところにですね、あの、東北地方から関東までの間のですね、あの、地図を再現してるんですよ。二つチーム全部丸々使って再現してるんですよ。あの、地形を。で、そこにいろんな人にいろんなものを置いてもらいながら、ちょっと未来の復興計画っていうのをみんなで立ったら面白いんじゃないかなっていうのは実は考えてるんですね。ああ、面白い。ここそれでも、オープンシムとかで使えるんちゃいます？ああ、使えるかもしれない。あの、オープンシムとかっていうよりも、基本的にオープンシムの方は逆に言ったらサーバーの運用費とかかかっちゃうんで、で、今、シム2つちょうど空いたの、空いてるところがあったので、そこを今、あの、東北地方、今ね、600分の1ぐらいの地図を作ってるんですね。あの地図っていうか地形を。すごいな。あの、うん、時間あったら、ぜひぜひ。見てみたいですね。ああ、見てみたいですね。どうぞ見てください。あの、うちの、あの、シムの隣、あの、あのデジ、あの、あの、なんだっけ、デジタルハリウッドのシムの隣の2シムが、そう、今なってますんで。なるほど。はい。図で見とこう。はい。機械だったら行って。なんか置いてくる。あ、で、今ですね、いや、どうで、今ね、今考えてるのは、それをもうちょっと正確な地図をその上にマッピングするってことで、スカルプでもって、あの、自動生成する、あの、国土庁が持って、あ、国土地理院が持ってる、あの、50メートルメッシュっていうデータがあるんですね。50メートルごとに標高のデジタル化されたデータがあるんで、それをベースに自動生成する、今、プログラムを書いてて、で、持って全部こう作って、プリムで持って置いてってみようと思って、今、あの、やっとプログラムが完成したんで、これからちょっと作業でちょこちょこちまちま作りながら置いていこうかなって今思ってるところだったんですけども。いいですね。なんか災害シミュレーションとか使えるんちゃいます？そう、で、ただね、災害シミュレーション実は考えたんですけども、災害被災してる人たちが見たらば、多分傷つくだろうと思って、それよりかは、こう復興後どうなるのかっていうのをみんなで再現。まあ、半分ね、あの、もう、おもちゃみたいなんでもいいと思うんですよ。みんなこういう夢を持てるようなことがしたいなと思って。ツイッターの方で、その、やっぱり、なんか、この地形を見ながら、その地図見ながらやると、その全体像がわかるかもしれないですね。そう、そうなんですよ。で、手に取るように。そう、で、ローカルに行っちゃうとあまりにも広すぎてわかんないけども、やっぱ全体像を見ながら、やっぱここはこうしたいね、こういうの作ったら綺麗だねとかっていう、その大きな視点で持ってみるっていう、多分今ね、日本人が必要なのは、その視点をもっと広げるってことだと思うんですよね。ね、これ、やっぱり政治家にほんま一番教えたいね。まあそうですね。はい。はい、すいませんが、お話し願ってますが、3時間お時間となってまいりましたので、もう早い。締めに入りたいと思いますけれども。よろしくお願いします。最後の、一番最後の10分ぐらいはちょっとセカンドライフと、なんかこう、オープンシムの話になってしまいましたけれども、まああの、そうですね、あの、まあ、これをテーマで、まあ、何回も多分状況分どんどん変わっていくことを信じて、あの、このまま菅総理のままだったら何も菅総理の悪口しか出てきませんので、こうしたらいいとかいう前向きな意見も僕たちは言いたくても何もできない状況ですんで、ね、皆さん。あの、本当に。若い子に出てきてほしいな、なんか。お茶でも面白いのがね、小泉進次郎かなんかがね、こう、うん、あの、まあ、復興担当でね、まあ、自民党に政権が移ればですけれども、大連立になったりして、総理、あれにしても、もう逆にカリスマはあると思いますからね、一番、なんか、動きも機敏だと思うし、
あの、一番トップって、なんかもう政策考えるとか何とかよりも、もう官僚が持ってきたものを決断、やるかやらないかをパッパパッパ決めてから動いてくれたらそれでいいんで、本当に。私もそう思います。あの、力がね、ある人とかがいいよ。あと、ビジョンをこうみんなに見せるとですよね、どういう方向に行ってるんだよっていう、その行き当たりばったりじゃなくて、あの、やっぱそれ欲しいですね。まあ、今の患者ね、もうのらりくらりでやってます、考えてます、対策中です。じゃあ、もう、そんなことは君たちが考え、もう官邸指導とかね、政治主導とか、そんな言葉はいらないんですよね。官僚主導って別に誰も文句はないわけで、いい、この状況で官僚が仕事してないかで言ったら、もう山のように仕事があるわけで、彼らも帰ってこないわけで。で、大変な思いしてるんですよ。政治賞をするために今、あの、政治賞の時期ではないんですよ、完全にも。あの、小泉さんだったら、まず、これは やらないっていうのが、その場で即座に毎日きちんとどんどん結果を出すという、人だったから人気があったわけで、菅総理がそれをできない、当然できない人間なんでできないんでしょうけど、自分が主導を持って、計画から何もかもやって、自分でやるっていう、で、それがかっこいいと思ってる人なんで、本当にね、間違ってるね、誰か止めてくれ、リーダーシップのあれ。間違ってます。あの、結局でもって、すべて自分が把握しなきゃいけないんだ、自分から言うんだって、バカじゃないかって、そんなことやってる暇あるのかな、思いますね。まあ、そういったわけでして、今日も3時間生放送でお送りしてきました、一般論ですけども、本日の放送はこれにて終了となります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。また、はい、ちょくちょくこのテーマでやっていきます。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。